SJ リーグ2020プレマッチ in 熊本2日目の最瞬間制約所対アクト最強の試合をお伝えしてまいります。放送の解説はアクト最強バドミントン部コーチ小宮山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ小宮山さん、プレマッチという形で昨日試合が行われましたけれども、そのベンチから見ていてこのプレマッチの雰囲気というのはどのように感じられましたか？まあ、そうですね、練習の中ではゲーム練習とはしたりはするんですけど、まあ、その中でやっぱり本当に雰囲気を持ってやるってことがなかなかできてこなかったので、まあ、本当に何かこの SJ リーグっていうこの大きな大会っていう風な括りではないんですけど、本当選手一人一人が緊張感を持って久しぶりにできたので、本当にいい大会かなと思いますね。このプレマッチが実現するためには多くの方の苦労もありました。このようにコートサイドにパネルを置いたり、それからグリーンのコートマットを敷いていますけれども、やはりそれだけで選手のモチベーションというのは変わってくるもんなんですか？そうですね、本当に、ま、試合の雰囲気っていうのを作ってもらえてるってことにも、ま、感謝もありますし、はい、あとは本当に相手がチームメイトじゃないっていうところがやっぱり大きな違いですよね。やはりそれだけ相手が違うということは、球種であったりコースであったり、そういったところにも違いは出てくるんですか？そうですね、本当にチーム内でやるとやっぱり相手の癖っていうのが分かるので、できた気になってしまうんですよね。はいはいはい、やっぱり相手のエースショットも分かるし、相手がどういうプレーをしてくるかっていうのが分かるので、どうしてもラリーが長くなってくる、まあ、その中で知らない相手だと、はい、普段シャトルを交わしてない相手だとやっぱりどうやってこうそれを守りきるかとか攻めきるかってところがやっぱり一つこうプレーの中で大きなところになってくるので、はい、まあ、そういった中でやっぱり違う相手っていうのはすごい重要ですよね。はい、さあそしてこれから第1ダブルスが始まります。このプレマッチも SJ リーグのシーズンの試合と同じように第1ダブルス、シングルス、第2ダブルスの順で試合が行われます。今日最瞬間第1ダブルスには画面奥ピンクのユニフォーム、志田千春、そして山口茜ペアという、こういった試合には初めて出るというこのペアの組み合わせということになりました。そしてこれから公式練習に入っていきます。今画面の右半分で打っているのが対してアクト最強のペア、重田美久、スイズリュイという、こちらもペア結成数ヶ月という若いペアになります。さあまず小宮山さん、最瞬間のペアですけれども、まあ、松山の怪我もあって今日は志田山口というこの形になりましたけれども、ファンの皆さんはこの2人の組み合わせ非常に楽しみだと思いますけれども。そうですね、まあ、山口選手っていうのはやっぱりバドミントン力としては、まあ、シングルやってもダブルスやっても本当にすごく能力の長けてる選手なので、はい、やっぱり見せるプレーもできますし、本当に何もない一つの動き、一つのショットが山口選手というのはやっぱり人にこう、なんていうんですか、いい影響を与えるというか、まあ、そういったところで、まあ、珍しいんですけど、はい、まあ、楽しんでもらいたいですね。ファンの皆さんはなかなかこのダブルスでの山口茜というのは知らない人も多いと思うんですけれども、そのダブルスの中でも山口選手というのはこう存在感を示すような存在なんですか？そうですね、まあ、志田松山ペアというのがやっぱり爆発力はあるとは思うんですけど、はい、その山口選手は爆発力というような感じのダブルプレーはしないんですけど、それが逆に安定感というのがすごく増したプレーをしてくれるので、なるほど、なかなかこう点数も山口選手から取るというのは難しくなってくると思うので、はい、まあ、本当楽しみですよね。山口自身は全日本実業団でダブルスの出場はありますが、なかなかこういったファンが山口がどんなダブルスプレーヤーとしてのプレーをするのかというのは非常に楽しみな機会と貴重な場ということにもなります。それを志田がどうアシストするのかというのが最終間ペアの見どころの一つにもなってきます。一方のアクト最強ペアですけれども、この重田とスイズ、スイズは今シーズンから加入していますけれども、このペアは小宮山さんどう見てますか？そうですね、2人とも能力はすごく高いものを持っているんですけど、あるのは気になって、ま、守らないのと、まだまだスイズがシングルスメインでやってきたことがあったので、はい、それから本当に期待しているペアなので、はい、ぜひまた、まあ、志田もこのペアと当たれば一番良かったんですけど、まあ、本当に今回先頭でこちらで起用したという形ですね。はい、増田監督は現状アクト最強の4つのペアは全て力が同じくらいという話をしていましたけれども、そのアクト最強内のダブルスの中での位置づけという意味でも存在感を出してほしい
ペアになってきますか。そうですね、ここがやっぱり伸びてくるというか、やはり少し若手と、若くないというわけでもないんですけど、加藤柏田ペア、今井中村ペアというのが、上の4人で、年が下の4人というのが、やっぱり押し上げていかないと、はい、チーム全体としては強くなっていかないので、本当にこのペアだったり、今日ラインダブルスの斎藤、川島だったりという、はい、やっぱレベルが上がってくることを期待してますね。重田は多くダブルスプレーヤーとして長く活動していますけれども、この重田がやはりスイズをリードしてほしい、そういったペアになりますか。そうですね、ただダブルスっていうのはこう片方がリードしてっていうのだと一方通行になりがちなので、やっぱり本当お互いにこうスイズは重田を使って、重田はスイズを使ってという形で、うまく2人で点数を取ってほしいですよね。はい、さあこれから試合に入ります。今回は日本バドミントン協会の新型コロナ対策に従ってゲームが行われます。試合前もこれまでのハイタッチではなくエアーハイタッチという形で今ベンチとコミュニケーションを交わしました。そして応援もマスクをして声は出さずにスティックバルーンを使っての応援ということになります。昨日は再春館製薬所が第1ダブルスシングルスを取って2対1で勝利を収めました。さあ2日目のプレマッチはどうなるんでしょうか。これから第1ダブルスが始まります。画面手前アクト最強スイズ重田ペアスイズのサービスで始まります。スティックバルーンの音がこの再春館製薬所桜リーナにこだましました。さあ今日最初のラリーです。山口が後衛後ろに追い込んでスイズのスマッシュ、強烈なスマッシュが決まりました。まず最初のポイントはアクト最強重田スイズペアです。小宮山さん、この2人のこのペアのプレースタイルとしてはどうですか。そうですね、本当に重田選手は、スピード感を持ってしっかり動いて打って守っていく形で本当に運動量のある選手で、スイズ選手は今まだディフェンスのテンポはまだ遅いんですけど、はい、その中で長身からスマッシュですよね、いい角度のスマッシュを入れたりしているところで、基本的には攻撃型のプレーヤーですね。ペア結成数ヶ月というこの2人ですが、レシーブで今度はポイントを取っていきました。強烈なスマッシュの後は今度はレシーブ。画面手前の、後ろにいる重田がスイズよりも2学年先輩というペア。ネットイン、チャンスボールが上がってきますが、スイズの前衛ポイントを取っていきます。4連続ポイントになりました。対して画面奥ピンクのユニフォームが最瞬間の志田山口、やはり即席ペアということもあって硬さもありますかね。そうですね、やはり山口選手もこう普段 やらない分、多少なりともシングルよりは緊張すると思うんですよ、ね、やっぱりそうですか。そうですね、山口であっても、はい、で志田選手はやっぱり山口選手がどういう動きするかを最初は様子を見ながらやらなければいけないと思うので、どうしても立ち上がりが悪くなってしまうと思うので、この中盤以降で山口志田ペアというのはどうやって形を作ってくるかというところが本当楽しみですよね。山口は昨日のシングルスの試合でも第1ゲーム簡単に落としましたが、そこから逆転勝ち、強烈なスマッシュが決まりました。志田持ち前の強烈なスマッシュ、2人の間に打っていきました。志田山口ペアも今日最初のポイントを取っています。昨日は出場した松山奈美ですけれども、これまでの故障もあって今日は急遽欠場することになりました。その松山の怪我で急遽実現した志田山口という同い年、そして同期、非常に仲もいいこの2人のペアです。また志田のスマッシュ強烈です。やっぱりこの志田の良さというのはこの後衛からの攻撃ということになりますか。そうですね、どこからでも打ってくる運動量、このスマッシュのスピードというところは、はい、本当に重田スイズペアがそこを抑えないことには、本当に試合としては成り立たなくなってくるので、はい、今2回スイズ重田という形でスマッシュで点数取られてますけど、はい、そこやっぱ乗り越えないと、この後厳しくなってきますよね。強烈なスマッシュ、上からのショットであればこういったスイズ重田ともに定評のある2人ですよね。そうですね、重田に関してはディフェンスも
オフェンスも、こちらも、まあ、テンポよくはできるんですけど、ね、あそんな中でスイズのレシーブポイントです、まあ、スイズの方に関しては、はい、今みたいなちょっとかわすプレーが、やっぱりシングルスがメインだったので、はい、かわすプレーがメインなので、まあ、そういったところではちょっとテンポは難しいかもしれないんですけど、やっぱ志田選手に慣れること大事ですよね。あ強烈なスマッシュ174センチあります。ドロップショット緩急を使ってくるが山口が前衛に入ってきます。後ろに後衛志田のドロップショット、ここはカット、そして山口チラッと相手を確認してのスマッシュ。さあ強烈なスマッシュは新枝です。後ろを確認しながらのショットですが天を仰ぎました。徐々に最終間ペアにもエンジンがかかってきました。シングルスの印象が強い山口が今日は第一ダブルスで登場することになりました。池田監督も、まあ、本人はダブルスも好きなんだという話をしていました。最終間は現状プレイヤーは7人です。山口も本番も可能性はあるということも言っていました。今日はしっかりと勝負したい、そう誓っていた山口茜。これからサービスレシーブに入ります。ペアを組む志田も茜ちゃんを任せるわけにはいけない、即席ペアであっても、まあ、そういったことを目標に今日の試合に臨んでいます。ただ連続ポイントは悪と最強重田スイズです。スイズのサービスが続きます。この重田スイズに関してはどちらが前後ろというのは小宮山さんあるんですか？そうですね、あの基本的にやはりまだスイズが全員できないので、やはり割合的には重田が前スイズが後ろという形が多いですよね。もともとは重田選手は後ろのメインでやってきたんですけど、はい、やっぱりあのスイズ選手と組むようになって、あの全員が動いてきたところですね。さあ先に2桁に乗せたのはアクト最強ペア10対4。11になりますと1分間のインターバルを挟みます。そう簡単にはさせないという志田のスマッシュです。昨日志田は松山との日本代表ペアでアクト最強の加藤柏原ペアにストレート勝利を収めています。今日は同い年同期の山口茜とのペアということになりました。山口の後衛、ここはレシーブで揺さぶります。そして切り返していくスイズの前衛です。重田強烈なスマッシュが売り、奥に追い込みました。山口ここはカバーできませんでした。11点目を取って11対5、アクト最強重田スイズペアがリードしています。2日目を迎えた SJ リーグ2020プレマッチ in 熊本、画面手前アクト最強の重田スイズペアがリードする展開です。アクト最強は NPO 法人で山口県に本拠地を置く実業団のチーム、最大のスポンサーは山口県周南市に本店を置く最強銀行、創部10年目とまだ若いチームです。小宮山さん、まあ、あの今シーズンからチームの目標の一つでもあるオリンピックを本気で目指そうということでチームもかなり強化してきたわけですよね。そうですね、あの本当に、まあ、会社のチームの理解をすごくこう高めてもらって、あの本当に関係のチームに近づいてきたので、あとは選手たちがトップチームと同じマインドでプレーをできるようになるかというところなんですよね、はい、まあ、まだまだあの甘えた部分に始まるともあるので、はい、これから本当にトップチームに勝ってやるんだという気持ちを持てるかどうかというところがこれからまた新たに成長するかしないかのところだと思うので、もう一つ上の頑張りを見せてほしいですよね。イレブンファイブ、そのアクト最強重田スイズペアリードで試合が再開されます。この志田のドライブはアウト、少し首をかしげました。まあ、そういった意味でも小宮山さん、本当にアクト最強は今大事な時期を迎えているわけですよね。そうですね、あの、やっぱり中一部リーグ SJ リーグの
1部リーグでの中間走を走っているので、はい、そこから1つ上に行くには、こういう、まあ、プレマッチではあるかもしれないんですけど、はい、こういうところで勝つと自信につながるので、やっぱり、まあ、初日は負けてしまったんですけど、2日目、今日、やっぱりなんとかこう勝ちを期待したいですよね。6月に今シーズンの SJ リーグの中止が発表されました。前身の日本リーグが始まって以来中止というのは初めてということになります。ただそんな中でも公式戦に最大限近い形で実戦の場を作りたいという両監督そして両チームの思いからこのプレマッチの実現へとつながりました。14対6とアクト最強ペアが大きくリードしています。まだ志田選手にも迷いがありますよね。あ、そうですか。どこはやっぱり松山選手と組んでいるときは待つところがもうしっかりしているので、はい、今山口選手の後ろからのストロークで前衛どこを待って待ったらいいんだろうっていう感覚になると思うので、はい、まあ、そういったところを少し志田選手が調整してくると、はい、まだここから逆転もあり得ると思うんですけど、やっぱりまだ迷っている状態なのでもう一回立て直してほしいですよね。まあ、昨日の練習は非常にこう楽しそうに2人でプレーしていた中ではありますけれどもこのプレマッチの雰囲気でそして、まあ、逆に言うと重田水津からするとこの2人には当然勝っておきたい第一ダブルスということにもなりますよね。そうですね、選手は普段やってないということもありますしこれから重田水津ペアはアクトを支えていかなきゃいけない、はい、で絶対に負けられないんですよね。重田水津からするとそういった意地があります。一方の最瞬間志田山口ただ志田は松山と組んでナショナル A 代表そういったプライドも本人は持っていることでしょう。志田の前衛です。さあ山口が後衛飛びついていくクロスへ横に並んで守備の形はアクト最強です。山口の後衛チラッと確認してスマッシュを打っていきます。強烈な重田もう一本さあ志田の後衛です。前半はこの志田のスマッシュが光っていましたがここも強烈。ああやはりこの志田が後衛に回ると最瞬間ペアの形ということに今日もなってきそうですね。そうですね、はい、まあ、特に水津志田というストレートのラインになってしまうと、やはりまだ水津がディフェンスしきれないところがあるので、やっぱりその水津志田というストレートをどう作らないようにするかというのが重田水津ペアは大事ですし逆に水津志田というストレートを最瞬間ペアがどうやって作るかというところも、はい、一つの鍵ですよね。さあ山口が前に来た。さあ志田がバックに下がります。山口が飛びついていく志田が作ってさあ志田が下がりました。強烈なスマッシュ。ああやはり小宮山さんがおっしゃる通り志田がその水勢スマッシュ打っていきます。はい、相手の水勢選手の方がやっぱりディフェンスが甘いっていうのは分かっているので、どうしてもやっぱり割合増えてきますよね。はい、水勢も、まあ、シングルスのプレイヤーでもあります。やはりそのシングルスとダブルスではレシーブというのは違ってくるんですか。そうですね、体の正面に来る割合が増えてくるので、やっぱりシングルスだとやっぱ両サイド、まあ、本当に手のリーチで足と手でフォローできるところがあるんですけど、はい、なのでそこから体の近くなので、リストを使ったり腕をしっかり振ったりしないとやっぱり球が返っていかないので、はい、まあ、そういったところではまだ慣れがないですよね。本当にこの山口選手がこう試合をコントロールするというか、はい、点数が離れてもスススッと点数を寄せてくるんですよね。そうですね、じわじわともう点差4点差まで来ていますね。あ、ここも冷静にポイントを重ねていきます。小宮山さんがおっしゃったように徐々に自分たちの形を模索して作り上げてきているそんな最瞬間ペアですね。そうですね、やっぱり形さえできれば、はい、本当に山口選手も千代選手も力があるので、まあ、そういったところでは点数が最瞬間ペアに入っていってしまいますよね。はい、ここも冷静にドロップショット、そして強打。あ、ここはただ重田がレシーブで動かしました。重田はこういった守備力というのも力があるんですね。そうですね、本当に重田自身は後ろやってもディフェンスやっても前やっても本当にテンポも
いいプレーができるので、あとはこう安定性さえ増してくればもう一つレベルが上がるんですけど、はい、いやただここは素晴らしい山口のスマッシュでした。いやなかなかあのロングサービスをスマッシュで返すのはシングルスプレーは難しいと思いますけれどもね。そうですね、やはり足の回転早いですよね。ああそうですか。クロスへ思い切ったスマッシュを打っていきました。嫌な流れを一本で切った最瞬間ペア、さあ3点差、21点選手のこの第一ゲーム、さあ山口が前に出ました。志田のスマッシュ、スイズを狙ってくる。今度はストレート、スイズはしっかりと弾き返せるか。クロスへ上げて茂田が対応、ストレート、ドライブの応酬から、さあスイズのスマッシュ。山口ゲームを作って飛びついてきた志田です。ここは見逃しませんでした。最瞬間、さあ2点差。今茂田迷いましたね。悩みましたか。今本当はスイズのライン側に上げたかったんですけど、はい、それを上げたらまずいと思って躊躇して全員回してしまいましたよね。それまでの志田のスマッシュが決まっているだけに印象があったわけですね。そうですね。悪と最強ペアの大量リードから一挙2点差まで縮まってきました。面白くなってきた第一ゲーム。さあ山口が前衛に行きます。簡単には上げなかった茂田、ストレート、2人の間を狙う山口。山口が我慢してスマッシュを打ってきます。志田の前衛、茂田が捕まえる。スイズストレート、強烈です。逆に志田へのストレートスマッシュ、これまでの鬱憤を晴らすような思い切ったスマッシュでした。今なんかはこうスイズ選手が外にこうラケットスライスさせて打ってるので、少し内側に気持ちが相手も行ってしまいましたよね。でそれをスライスかけてラインに来てるので少し外されて、今スイズ選手はいいプレーでしたね。最後のストレートスマッシュですか。そうですね。そういったプレーというのはシングルスでも十分に使えるような打ち方なんですか。シングルス選手はやっぱりよく使いますよね。ああそうなんですね。ラインに打つときに内側と見せて外側のラインに打つという形は、さあまた3点差。今シーズン加入したスイズ、地元山口県の出身です。あっとこのサービス周り、やはり終盤このサービスの緊張感というのも増してきますからね。そうですね、あのダブルスっていうのは本当にちょっと浮いただけで、あの簡単にやられてしまうところもあるので、やっぱりそういったところの緊張感というのはシングルではまたちょっと違うところがあるので、はい、あそのサービス周りからポイントを重ねました。最終間です。17対16、さあ1点差、同点に追いつくのか。ショートサービス、細かいタッチから、あっとここはうまく面に当てることができませんでした。これで同点です。小宮山さん、流れとしてはどうでしょう。そうですね、まあ、あの17オールで追いついたんですけど、ここで最終盤ペアがホッとするのか、はい、それともまだそのまま行くぞって思ってるのか、ええ、ホッとすると意外と抜けるところがあるので、はい、あの大量リードから特に寄せてきたので、まあ、そこでここを締めたスイズペアがもう一回我慢すればまた追いかけるのっていう風に最終盤のペアに気持ちをさせてしまうんですよね、ええ、そうするとやっぱり最終盤より開くとちょっと有利かなと思うんですけど、ここで簡単に抜けられないことですよね、このラリーですね。そうですね、一気に逆転といくのか、それともここで踏みとどまるのか。2人の間を狙う山口、いやしかしここはレシーブ頑張りました。2人の間を狙ったスマッシュでしたけれども、しっかりとリターンしましたね。いいディフェンスですね。あのやっぱり重田選手の方がこう、まあ、ディフェンスはきっちりできるので、はい、どうやってもこう自分の方に集まるように配球してほしいんですけど、今ちょっと危なかったですよね。スイズ選手の方のストレートラインに攻撃が集まってたので、あスイズが勇気を持って前に行きます。そして茂田、この前衛の駆け引きですが山口が勝りました。いや普段はシングルスプレーヤーなんですが、今読んでましたか。反応もいいですね。志田山口という公式戦、社会人になってからは出場がないという2人がこのプレマッチ、
松山の怪我もあってこの同い年の仲のいい2人がコンビを組むことになりました。18対18、さあどちらがあと3ポイントを取るのか。志田のサービスクロス強烈、待っていました。いや山口の思い切ったスマッシュ。ダブルスプレーヤーとしての山口は小宮山さんどうですか。そうですね、あの反応もいいですし、はい、ダブルスやってても日本のトッププレーヤーですよね。ああそうですか。19対18、ああここでそして連続ポイント。逆に最瞬間試合の終盤にひっくり返してゲームポイントを取っています。まずはしのぎ対悪と最強ペア。重田のレシーブ、もう一歩いった。ああここは強烈、大きく吠えました。さあこの一本ですね。そうですね、ここを抑えるだけで本当に流れは変わるんですけど、ね、はい、20オールにしてデュースに持ち込むのか。ただ最瞬間ペアは依然としてゲームポイント。ちょっとサービスが浮いたか。冷静に押し込んだ山口茜。第1ゲームは21対19、最瞬間の志田山口が取っています。うん、小宮山さん、第1ゲーム終盤に最瞬間ペアがやはりゲームを作りましたね。そうですね、やはりあの最初出だしは、まだお互いに何をしたらいいのか分からない中でやってたんですけど、まあ、中盤からやはり賢いですね。山口選手は特に自分が裏選手をどうやって使うかってことを考えながらプレーしているので、はい、まあ、そういったところで終盤になって一気にハマってきましたよね。同学年そして同期コンビという志田山口、即席ペアではありますがゲームの終盤に徐々に自分たちの形を作ってまずは第一ゲームをものにしています。まあ、志田が話してくれましたが一番影響を受けた選手が山口茜なんだそうです。今でこそ一緒に A 代表として活動しているんですけれども、1年目2年目の頃というのは世界で活躍する山口茜ちゃんの姿を見て刺激を受けていたそうです。まあ、今回は見ている人に茜のいいところを引き出してこういうところもあるんだよというのを自分が引き出せたらいいな、見せられたらいいな、そんなことを話してくれました。最瞬間は熊本県益城町に本拠地を置いているチーム、世代交代も進んでチーム最年長が24歳6年目のこの後登場する中井というまた若いチームへと生まれ変わりました。 SJ リーグでは2シーズン前優勝、昨シーズンは2位、全日本実業団では去年3年ぶり2回目の優勝を果たしました。小宮山さん、この最瞬間チームとしての強さっていうのはどのように対戦相手として感じられますか。そうですね、本当に柱が存在するというか、まあ、シングルでいうと山口茜選手がいて、ダブルスでいうと志田松山ペアがいてということで、はい、で今本当にアクトとのこの比較をすると、アクトは4ペアが同じぐらいの実力で、シングルスも2人3人と、まあ、スイズが兼ねてるんですけど、シングルも2番3番というところであまり変わらないとか、エースという絶対的な存在が、まあ、いないというところが、はい、すごくチーム力に差があるなと、やっぱり頼るのは良くないとは思うんですけど、山口選手がいるからとか、まあ、今須田選手も先ほど言われたようにこう山口選手を負けさせられないとか、はいはい、そういったところでやっぱりチームとしての柱が存在するというところがやっぱり最終間さんのすごい強みですよね。さあこれから第2ゲームが始まります。エンド変わって画面手前ピンクのユニフォームが最終間の志田山口ペア、一方後がなくなった画面奥アクト最強、後ろから強烈なスマッシュを打ったのがスイズ、前衛が重田です。やはりチームにそういったエースがいると周りの選手たちも影響というのはかなり大きくなってくるわけですか。そうですね、自分より強い選手がこれだけやってるんだから、はい、それ以上やらなければいけないっていう空気になりますからね。これからサービスを打つ山口はシングルスプレーヤーとして、そして後ろにいる志田はダブルスプレーヤーとして、
今はナショナル A 代表に入っています。まあ、年間の3分の2以上は海外を転戦したり代表の合宿に呼ばれたりするそうですが、ただ今回新型コロナウイルスの影響もあってチームでの練習時間というのは増えています。昨日柿岩コーチが話してくれたんですけれども、やはりこのチームにいる時間が長いということで逆にその他の選手たちが大きな刺激を受けているという話をしていました。今はチームの底上げにもつながっているという最終期間です。このプッシュがアウトになってアクト最強2対2同点に追いつきます。そのアクト最強は4ペアが今は同じくらいの力ということになりますと、こういったプレマッチでしっかり結果を残すことが小宮山さんアピールにもつながってくるわけですよね。そうですね、どうやっても SJ リーグにしても全然実業団にしても2ペアしか出れないので、はい、体力的に回せるっていうところではいいのかもしれないんですけど、やはり2ペア、どこの2ペアがこれから出てくるんだというところを作っていかないと、やはりチーム力としてはこう上のチームに勝つっていうチームまで上がっていかないと思うので、はい。非常に今日本の女子ダブルスというのは世界的に見てもレベルが高い、バドミントンの中でも一番競争率の高いところではありますからね。そうですね、本当に、このシゲタ・シーズペアも海外で国際大会に慣れすればどん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 上がってくるとは思うので、はい、ただそこに行くには日本でトップ4ぐらいに入っていかないと外に出ていけないので、やはりこのまずは国内でしっかり、はい、成果を出していかないといけないので、シゲタ・スイズともに目標は日本代表にまずは入りたいということを話してくれました。毎年12月に行われる全日本総合というのが一つの基準にはなってきます。今年はその総合が行われるかどうかというのはこうプレイヤーとしてもそれからコーチとしても心配されるところでは小宮山さんあると思いますけれどもね。そうですね、この大会が本当に一番重要なというか、はい、選手のモチベーションが高い試合であると思うので、それがないだけでやはりこの後どこを目標にしていくのかというのがやっぱり難しいところになってくると思うので、はい、そう考えるとどんな形でもやってはもらいたいなと思っているんですよね。そうですよね、無観客でプロ野球が先陣を切りましたし、 J リーグも今はお客さんを入れて試合が行われています。来年の東京オリンピック、そして4年後のパリオリンピック、今 A 代表の山口茜には当然来年の期待というのもかかってくるわけですけれども、アクト最強も4年後そして8年後楽しみな選手というのはいます。さあ前に突っ込んできた志田、ジャンピングスマッシュを見せた山口ですがネットにかかります。珍しいですね。そうですね、山口選手がネットにかけるっていうのをあまり見たことがないというか、はい、サイドアウト、昨日の先日のシングルスもそうですけどサイドアウトっていうミスは多少あるんですけど、ネットにかけるミスっていうのは珍しいので、やっぱりダブルスは少し動きは違うところもあるので、はい、多少、ちょっと誤差というか狂いが出るのかなと思いますね、はい、ただそんな中でも形にしてしっかり第一ゲーム取ってきましたからね。ここも志田山口といういい形が出ています。逆にアクト最強ペアですけれども、この第二ゲーム巻き返しには具体的にどんなことが小宮山さん必要でしょうか。そうですね、山口選手に決められているわけではないんですよね。やっぱり志田選手に決められている、山口選手にはかわされている、はいはいはい、その中で、志田選手にどうやって決めさせないかというのと、はい、例えば杉田選手ケアが攻撃体制にどれだけ持っていけるかなんですよね。やはり、志田選手の攻撃に入られてしまうとどうしても劣勢になってしまうので、はい、劣勢になるぐらいだったらちょっと強引でもいいから攻める割合を増やしていかないと。なるほど、第一ゲームの終盤というのは志田山口が終始攻め続けるようなそんな印象がありましたか。そうですね、上げたら怖い、だから上げたくないで山口選手に捕まっておくことが多かったので、本当にちょっと上げてみたんですよね最後は。はい、そんな中で6オール6対6追いつきました。ともにスマッシュ得意の茂田とスイズ、その攻撃の形をどうやって作れるかというのが
この第2ゲーム中盤以降見どころになってきます。ここは山口を打たせる形にしました。サイドバイサイド横に並ぶとダブルスは守備の形です。画面奥茂田スイズがレシーブの形から、そしてスマッシュ、あっとここはちょっとラケットに当たりませんでした。悔しさをあらわにした茂田です。ペアを作って数ヶ月という茂田スイズ。茂田はスマッシュ力チームナンバーワン、そしてスイズは174センチの上背があります。そのスイズの将来的なところを見ると、あの永原松本ペアがですね、やっぱり上背もあって攻撃力ありますけれども、174センチあればそういったところも世界とは戦えるような、そんな可能性もあると思いますけれども。そうですね、あの本当にポテンシャルがすごい高いので、はい、今本当にダブルスっていうのは今基礎的な個人スキルアップっていうところをすごく目的としているので、やはりあのこれからスイズがどん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 できる量が増えてくるので、はい、ちょっとさらにあのスイズがよくペアの能力が上がってきますよね。スイズは地元のアクト最強へ今シーズンから加入をしています。まあ、ヨネックスの退社が決まってこれからどうしていくのか相当本人も悩んだそうですが、もう一回覚悟を決めるのであれば日本代表を目指してやりたいということで、アクト最強への移籍を決断しました。小宮山さんはそのスイズの思いというのはどのように汲み取られましたか？そうですね、まあ、やはりヨネキスさんでこうプレーしてきて、まあ、そこで一旦は、まあ、バドミントンをどうするかというところで悩んだと思うんですけど、はい、やはりもともとバドミントンがすごい好きで、練習もいつも最後まで残ってやるようなタイプの子なので、やっぱりそうなんですか。もう一度こう上の舞台で試合をさせてあげたいし、逆にここでアクトで再生させるじゃないんですけど、もう一回ちょっと上のレベルにさせてあげたいですよね。はい、スイズ自身もですね、本当に今は自分の納得いくまで残って練習もしているという話をしていて、やっぱりシングルスでもダブルスでも今は伸ばせるところを本当にいろんなことを吸収していますというふうに話してくれました。地元山口県の出身、柳井商工からヨネックスで2シーズンプレーをして、今シーズン地元のアクト最強へと帰ってきました。クロス、このレシーブしっかり対応した。さあそのスイズのレシーブ、クロスへ振って2人の間を狙ってきた山口、今度は後ろに山口、見送ってここは茂田冷静にジャッジをしています。今小宮山さん一つうなずかれましたけれども、プレーとしていかがでしたか？そうですね、やはり今クロスにスマッシュが来たのをスイズがフォア側でフォローしたんですけど、はい、ああいったところはシングル力ですよね。ああそうですか。やっぱりサイドボールの方が得意なんですよね。正面に来るディフェンスよりサイドボール、はい、ちょっと離れたところの方が得意なところもあるので、まあ、そういったところはシングルスのプレーが生きているのもあるので、はい、まあ、そうやってちょっとずつシングルの要素をダブルにも取り込んで、ダブルの要素もシングルに取り込んでっていうのがやっぱりレベルアップのやっぱり一つ大きな鍵だと思うので、まあ、今のプレーなんかはシングルスやっててよかったなっていう。あとはその体に近いところ、ボディに来た球をどう対応していくかというところになりますかね。そうですね、はい、あとは連続性ですよね。シングルスにはない、ええ、バン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 という形の連続性をこれからどうやってシングルができるようになっていくかですね、はい、今のようなスマッシュもそうですか？そうですね、まあ、今は少しちょっと遠目で無理しなくてもよかったのかなと思うんですけど、はい、やっぱりどうしても1チャンスってまだ点数を取らないとという意識があると思うので、我慢強くプレーするっていうのもダブルスは必要なところなので。第1ゲームを取った最終カンペアが勢いそのままこの第2ゲームをイレブンのインターバルリードで迎えています。これまでになかった新型コロナウイルスの猛威というのがこのバドミントン界ならずスポーツ界そして経済界にも大きな影響を及ぼしました。小宮山さん、なかなか体育館の時間も使える時間帯も限られたと思いますけれども、アクト最強ではどういったことに重きを置いてその期間練習していたんでしょうか？そうですね、アクト最強のコロナ対策ということで、ええ、自分
で練習ではなくて2人だったり3人だったりいいコーチが1人ついてて形に練習をしてきたんですけど、はい、まあ、逆にあの本当に選手をしっかり見れるじゃないですけど、選手が8人いて一緒に練習するのより2人3人をしっかり見ながら練習できたということで、コロナウイルスの問題で、まあ、苦しい面もあったんですけど、それを逆にプラスに捉えるようにして、選手はしっかり頑張ってましたね。まあ、増田監督も今こそ基礎基本を鍛え直す時期だというふうにも捉えて、トレーニングにも励んできたというふうなことも話していました。さあ11-10、第2ゲーム1分間のインターバルが解けました。志田のロングサービス、少し変化をつけてきます。志田が下がって飛び込んできた、ここは前衛での駆け引き、その後に志田のスマッシュです。さあ、アクト最強ペアとしてはこれ以上離されるわけにはいきません。第1ゲームを取ったのは画面手前最終間の志田山口、松山の怪我によって急遽実現した同い年同期の2人、23歳、入社5年目のペアです。さあ、志田の強烈なスマッシュ、スイズがしっかりと対応しています。ハーフに流して、今度は山口が後ろに下がって入っています。いいところでしたね。今レシーブからうまくこらえられましたか。そうですね、今茂田がクロスに上げたと思うんですけど、あれをストレートに上げてると志田選手のもう一回連続攻撃が入ったと思うんですよね。そこはやっぱりずらそうっていう意識でクロスに展開を振ったと思うんですけど、まあ、山口選手がちょっとミスジャッジはあったんですけど、はい、まあ、いいところでしたね。そのロブ後ろに上げるこのショット一つにも駆け引きというのが詰まっているバドミントンです。さあ、サイドバイサイド横に並んだアクト最強、こらえた。さあ、上から振ってくるスイズのスマッシュ、2本目連続ではいけず、逆に志田がカウンター。志田が前衛で作って山口、もう一度山口、今度は強打、クリアします。長いラリーになってきました。飛びついた山口、今度は志田。さあ、強烈なスマッシュがありますが、ここはカット、もう一本ドロップショット、2人の間を狙ったクリア。スイズのスマッシュ、2人交錯するような形でしたけれども、ここはスイズが思い切っていきました。やはりスイズのスマッシュというのは角度もありますし、こう何か光るものがあるような、そんな印象はありますけれども、小宮山さんどうですか。そうですね、あのまだフルスイングしてスマッシュってわけではないんですけど、はい、本当に角度だけで言ったらやっぱり身長が高いだけあって、いい角度で入ってきますよね。ただもう少しこれから肩の回転を上げて、速い重いスマッシュを打っていかないと、はい、やはりディフェンスが吉田松山ペアとかで、きれいに組織的にディフェンスできる相手には決まらなくなってくると思うので、やっぱ今はまだこう山口芝ペアというのはセンターに対するボールの、はい、普通のシャトルの積み分けができていないところもあるので、まあ、そういったところで言うとこれからもっと強打を見つけてほしいですね。逆に今浴びせていった志田のようなスマッシュということになりますか。そうですね、はい、強烈な乾いた音がこの最瞬間制約所桜アリーナに響き渡りました。13-13、どちらも譲らない第2ゲームです。あ、ただここは前衛の読み冴え渡った山口です。いや、普段はシングルスのプレイヤーですが、こういった前衛の駆け引きでも今日山口のいいところが出ています。さあ、小宮山さん、ここからどちらがペースをつかむかですけれども、どんなところがポイントになってきそうですか。そうですね、やはりあの攻守ってところですよね、ディフェンスオフェンスっていうこのバランスがどちらが攻める割合を多く作れるかというところですよね。ダブルスは縦の形になると攻撃スタイル、今は最終間、さあ強烈スマッシュ得意の志田の強打、そして山口連動していく、そしてポイントにつなげていきました。この形ですね。そうですね、ただあの
今守り切るっていうところがお互いにそんなにできてないので、ええ、やっぱり攻め切って点数が動いているので、まあ、そういったところで考えると攻める割合を増やせた方が勝ちますよね、ええ、今日のこの試合展開ですと攻撃を連続して出せた方が勝利に近づくという中で山口のスマッシュ志田が捕まえて連続ポイントです。志田山口が我慢してここは攻撃を続けています。3点差になりました。山口は昨日プレマッチを戦ってみて、まあ、いろんな方の関わりがいつも以上に分かると、そういうところを感じて感謝の気持ちを持って今日もプレーしたいと話してくれました。ああ、ここは勇気を持って重田が行きました。あのように、まあ、リスクを冒してでも前に行ってほしいというふうな小宮山さんの見立てですか。そうですね、今の行かなければ結局上げてしまうことになるので、はい、やはりそれを、まあ、行くことによって攻めが継続できるんですよね。ええ、ああ、ロングサービス攻撃度つなげていきます。そしてポイント。今スイーズがロングサービスを使って自分たちの形をすぐに作りましたね。そうですね、まあ、本当にいろんな工夫をしながら、ね、はい、中の工夫もそうですし、サーブ周りの工夫もそうですし、ええ、やはり攻撃をどうやって作るかっていうところが本当に逆に先ほどいいサービスがあっただけに少し悔やまれる1点ということにもなります。17対15、第1ゲームは画面手前最瞬間ペア志田山口という同い年コンビ、志田松山ではなく今日は急遽この2人で出場することになりました。茜ちゃんを任せるわけにはいけない、そう話していた志田のサービスです。そして強打、山口の前衛捕まえました。連続攻撃18対15。最瞬間ペアが悪と最強に攻撃をさせないうまさがあったりするんですか。そうですね、あの山口選手はしっかりスペース見てますよね。ああ、そうですか。あの志田選手はそれに対してしっかり後ろでこう早い動きで対応してますからね。徐々に噛み合ってくる志田山口。ああ、ただここは2本目重田がフェイントをかけていいコースへと打っていきました。さあ、2学年先輩の重田が一ついいプレーを見せた。重田スイズ2点を追いかけます。どのようにして攻撃の形を作っていくかですが、レシーブがアウトになりました。19対16。さあ、勝利が見えてきた志田山口、あと2ポイントです。もう後がなくなった悪と最強ペア、我慢できるか。うん、ここはネットにかかって助かりました。一番山口選手は待ってるところなので、ええ、本当は今あのミスはもらえたんですけど、一番打ってはいけないところなんですね。ああ、そうだったんですね。ただこのラッキーな形を次へとつなげていきたい悪と最強。大事なラリー、ネットイン。重田スマッシュ得意のこの重田、3本目。さあ、山口が前に来る。スイズが対応しますが、ポイントは最瞬間です。マッチポイントを灯しました。最瞬間、志田山口、志田松山という形でもなくても第一ゲームを取ってマッチポイントを取って、さあこの1本で決めるのか。志田のロングサービス、山口が前に来る。さあ、形を作った。ドロップショット、強打、冷静に見送ってアウト。21点目を取りました。第1ゲームは志田山口、第2ゲームも志田山口、本来の形ではなく、そしてシングルスプレーヤーの山口が第1ダブルスに登場して、しっかりとまずは先手を取りました。小宮山さん、このまず志田山口ですけれども、即席でありながらしっかりと勝つというのは、先ほどもおっしゃっていただいた
まあ、そのエースとしての自覚のようなものを感じましたが。そうですね、まあ、エースとの自覚もまあありますし、あの本当にバドミントン力というか、本当にシングルやってもダブルやっても対応力すごいですよね、はい、あの本当に第一ゲーム序盤は最初は何したらいいかわからない状態からそれを手探りで始めて、もう最後にはもう普通に形になってますからね、やはりその山口のバドミントン能力というのはこのダブルスの中でも今日の試合の中でも随所に見られたということになりましたか。そうですね、あの本当にシャトルの待ち方だったりこのシャトルの捉え方だったりというのはやはりあの本当にシングルやってもダブルスやっても、はい、レベルが1枚2枚上手かなっていう感じですよね、あの池田監督も話してくれましたけれども、まあ、この新型コロナウイルスの影響でチーム練習の時間が多くなったということで、まあ、週に1回はシングルスプレーヤーがダブルスの練習に、そしてダブルスプレーヤーがシングルスの練習に入るようにして、まあ、一つ刺激も与えたいという意図もあるそうですけれども、まあ、そういったことが、まあ、こういった実践の場でも実際に生きたということにもなったようですね。そうですね、あの本当にシングルスの能力がダブルスに生きること、ダブルスの能力がシングルに生きることたくさんあるので、はい、やはりどうしても今シングルはシングル、ダブルスはダブルスというふうな形で路線が決まってしまうんですけど、はい、それをやっぱりこう週に1回でもお互いがこうシングル力で大事なところって何、ダブル力で大事なところって何っていうような形でこうチーム練習をしっかりやれてるっていうことがやっぱり今日の第一ダブルスでもいい効果が出ましたよね、はい、そしてパートナーの志田ですけれども、まあ、何度も話していますが茜ちゃんを任せるわけにはいかない、まあ、そのような結果にすぐにこう結びつけた志田の良さというのは今日どのようにご覧になりましたか。そうですね、あの志田松山ペアで組むときよりも、はい、あのちょっとミスが少なかったかなっていう。そうですか。点数を多少なりともボールに取りに行くところっていうのがあるので、まあ、ミスも出るところがあるんですけど、今日は山口選手と安定感も出しつつ、強打を持って、はい、あのプレーをしていたので、まあ、こういった志田選手もあの試合をやることで、まあ、安定感のある試合をやるっていうことのこうこれから大切さっても分かってくると思うので、志田選手にとっても山口選手と組むことが良かったのかなと思いますね。志田松山ペアの課題としては対応力、守備力、そんな話もしていましたけれども、対応力を磨くという意味でも今日志田にとっては大きな勝利ということになりましたかね。そうですね、あの本当に自分一人でこう、まあ、二人でいつも勝つんですけど、二人でやるより自分が何ができるのということが知らない人と組むと、やっぱりいろんなことをしなきゃいけなくなってくるので、はい、まあ、個人スキルが上がってくるんですよね。まあ、そのためにあのその観点からも今日は山口選手と組んでよかったんじゃないかなと思いますね。さあ、そして対する重田スイズペアですけれども、小宮山さん、今日の試合で得られた収穫、そして課題についてはどうでしょう。そうですね、やはりあの、まあ、スイズのディフェンスなのでこれからもう一回強化するのと、あの、まあ、ラインが始まってしまえばこのネットを攻撃する割合を増やせるか増やせないかっていうのはやっぱりどんどん経験を積むのができてくると思うので、はい、やっぱりまずは個人スキルを上げていかないと、やっぱり上のトップ選手に勝てないので、はい、そういったところをこれから課題を持ってやっていこうかなと思います、ね。スイズは社会人3年目、そしてヨネックスで2シーズンプレーして、今シーズンからこのアクト最強へと加入しました地元山口の選手、まあ、この重田スイズペアにもこれから期待が高まります。改めましてお伝えしています SJ リーグ2020プレマッチ in 熊本、放送の解説ですがアクト最強バドミントン部コーチ小宮山さん、そして実況は私 TNC テレビ西日本アナウンサーの松尾でお伝えしております。小宮山さん、これから女子のシングルスが始まります。アクト最強としてはもう落とせないということになりましたね。そうですね、はい、本当に落とせない状況で、まあ、プレーはもちろんですけど、はい、その状況をどうやってメンタルで落ち潰されないようになるかですよね。あの、まあ、お互いに試合は久しぶりだと思うので、はい、その中で 1-0 という形で回ってきた中でこうキャプテンとしての役割をどう最強が果たせるかというところだと思うので、はい、本当にスタートから気持ち全面に押し出してやってほしいですね。今コート内ではシングルスの練習が行われています。画面手前が
悪と最強の斉藤詩織、チームのキャプテンでもあります。入社5年目の22歳、169センチの上背、そして長い手足があります。キャプテンとしては3シーズン目を迎えた今シーズン、ルーキーイヤーの2016年の全日本社会人で2位、総合でもベスト8に入りました。2017年のランキングサーキットは2位。ただ小宮山さん、去年の全日本総合ベスト16、本人はまあ代表落ちも経験してこれから再起を誓うシーズンということにもなってきますよね。そうですね、一つが、日本代表という目標というところであるとは思うんですけど、落ちたからといってダメだじゃなくて、はい、もう一回理解してやるぞという気持ちを持って、練習してきているので、はい、間違いなく先のようでは強いと思うので、あ、そうですか。試合で表現できるかっていうのが、やっぱり試合感っていうのが、お互いに、相手もそうですけど、はい、ないので、そういったところでは今日自分がどれだけできるようになっているのか、しっかり見せてほしいですよね。一方の最瞬間誓約書、画面奥ピンクのユニフォーム中井由紀乃、こちらはチーム最年長の24歳 6年目です。この中井が早くもチーム最年長ということで、世代交代も進んで若いチームへと生まれ変わった最瞬間です。去年は全日本実業団のチームの優勝に貢献した中井、茨城国体でも最後この中井が勝利を収めて3年ぶりの熊本の優勝に貢献しました。小宮山さん、この中井、最年長ではありますが一歩一歩成長している、そんな最近の成績ということになりますか。そうですね、はい、本当に中井選手はここっていう時にやってくれるし、逆になんか、なんていうんですかね、意外ともっとやられてしまうこともあるんですけど、なんか大事なところでここ最近はこう勝つようになってきたっていうのは、はい、世代交代、先輩たちが抜けて、私がやらなければっていうやっぱ意識が多分ついてきたんだと思うんですよね、はい、そういったところでしっかり実業団と期待というところで働きを見せているので、もう一つこういうところでいいプレー見せてほしいですよね。さあ、その中井のサービスで試合が始まりました。第1ダブルスを取った最瞬間、迎えたシングルス最初のポイントは中井です。中井は東京都出身、日本橋女学館高校から最瞬間へとやってきました。高校時代は選抜、インターハイともにシングルスで2位。最瞬間のシングルスというとやはり山口茜という存在がいますけれども、ただ実業団、そして SJ リーグ、そういった団体戦での戦いには当然この中井の頑張りというのは必要にはなってきます。そうですね、やはり山口選手の体調コントロールというのもあるので、はい、そういったところを考えると中井選手の活躍というのが本当に絶対的に必要になってきますよね。個人戦の全日本総合ではまだ上位進出がありませんが、去年は団体戦での力を発揮したチーム最年長の中井です。ストレート、シングルスは2本あるサイドラインのうち手前がラインということになります。ここは奥深いところ、アウトになりました。3対1、最瞬間の中井がリードする展開です。小宮さん、この中井がいきなり最初のラリーからショートサービスを使ってきましたね。そうですね、斉藤の上からのストロークっていうのが少し変化があるので、あ、なるほど、素直な球じゃないんですよね、少しその変化を、嫌がってるのか、それをわざと出させないようにしてるのか、昨日最終間の山口がゲームの途中からバックハンドのショートサービスに切り替えて流れを作ってきました。もしかすると中井はこの対斉藤詩織ということでショートサービスを使ってきているのかもしれません。ここはスマッシュ&ネット、斉藤のカットクロスへ、ハイバックに追い込んで綺麗なヘアピン、
ボディへのスマッシュ、逆に返してネットを越えませんでした。それから小宮山さん、斉藤の上からのショットに一つ特徴があるというお話がありましたけれども、この斉藤詩織はどんな選手なんでしょうか。そうですね、緩急が得意というか、はい、スマッシュのフォームで入った、入ってドロップを打つとか、そういったプレーに強弱をつけながら試合を進めるタイプで、そういったところを相手に嫌がってもらいたいっていうタイプの選手ですね。はい、斉藤自身も自分の得意なプレーというのは相手の足を止めて、そして自分の形に持っていくことだという話をしていました。今のショットにも少しずつためであったり変化というのはあるんですか。そうですね、基本的にはタッチを早くいくところと、はい、クッション、本当にためを作って、シャトルをコントロールするところ、うまく使えるところで、はい、相手の攻撃さえ封じてしまえば、ストロークはやっぱ綺麗なところを持っているので、勝つチャンスも出てくると思うんですけど。逆転に成功した斉藤、ここも冷静に見送りました。この斉藤がさらに上を目指すためには、あとはどういったことが必要になるんでしょうか。そうですね、後ろの球の入り方ですかね。やっぱりスピード感というのは少しまだ足りないところがあるので、どっちかというとこうしっかりディフェンスゲームをして回して回してって形なんですけど、それがやっぱりこうラリーが長くなればなるほど今度自分が打つ割合、攻撃攻める割合が少なくなってきてしまうので、はい、そういったところでもう一つ上のフィジカル、もう一つ上のスピード感というところの、試合作りができればまた上がりますよね。ここは奥深いところ、しっかりと収めていきます。斉藤自身もそのあたり自覚しているようで、新型コロナウイルスの、自粛期間中にもトレーニングに汗を流してきました。6オール、6対6、同点という展開で、ここはアウト、中井が冷静に見送ります。両チームの監督の思いで実現したこの SJ リーグのプレマッチ。富山さん、公式戦という形ではありませんけれども、この久々の試合、この両者のこのシングルスの立ち上がりというのはどういうふうに見てますか。そうですね、今中井選手もまだ動きにエンジンがかかってないかな、斉藤選手も動きにエンジンがかかってないかなって感じなので、お互いこう手探りというか、はい、まずは体しっかり整えてる、いこうかなっていう感じだと思うんですよね。まだその中でこう点数が、行ったり来たりってところなので、はい、まだまだ、こういった今の中選手のミスも、体さえしっかり入ってればミスしないと思うんですけど、今体がブレた状態で入ってるので、そういったところではまだ動きにエンジンがお互いかかってない状態かなと思います。代表選手となりますと、毎週のように行われる国際大会、そして国内の SJ であったり、それから個人戦もありますし、これだけ試合がない期間というのはね、小宮山さん、かつてなかったと思いますけれどもね。そうですね、逆に試合が多すぎて困ってるっていうぐらいだったのが、はい、試合がなさすぎて困ってる状態ですからね。いや、こういったことになるとは本当に想像にもできなかったですけれどもね。そういった中でのこのゲームの立ち上がりというのは、やはり少しお互いに出を伺うというか、まずはしっかりとこのコートに慣れるということも必要になってくるんですかね。そうですね、本当に練習でやるゲームと試合とこうやっぱり本当にかけ離れてて、やはり練習でやるゲームもこういった雰囲気でやった方がいいのはもちろんなんですけど、やはりこう、コートマット、サイドコートパネルだったり、はい、こういう、みんなが見てる中でっていうのはなかなか作れないので、やっぱり久しぶりで緊張もありますよね。はい、昨日最終間の池田監督も話していましたが、昨日のプレマッチを終えて、やはり緊張感がある中での久々の試合ができたと、その中で見えてきた課題が出てきたということで、やはりこういった実践の場、そういったところで
新たに見つかることっていうのも出てくるわけですよね。そうですね、やはり 100% 自分のプレーを出してみないと課題って見えないところってたくさんあるので、はい、やはりチーム内同士だと 100% ってなかなか出せないんですよね。選手の表情、気迫を感じたと話していた最終間の池田監督。ここはスマッシュアンドネット。そんな中で徐々に中井が自分の形を作り始めているでしょうか。11対8、イレブンのインターバル、最終間の中井リードで迎えています。今大会は日本バドミントン協会の新型コロナウイルス対策に基づいて試合が行われています。今画面の右側で映っている選手たちの応援ですけれども、ベンチ席も1メートルの間隔を空けて、そして拍手、声ではなくスティックバルーンを使っての応援ということになります。先ほど第1ダブルスで登場した山口が、少しやはり声援がない、応援がないのは変な感じがしたということを言ってましたけれども、実際に小宮山さん、この新しい応援形式というのは実際どうでしたか。そうですね、自分自身はまだ応援の経験がないので、はい、分からないですけど、山口選手なんかはどうしても人気のある選手なので、はい、あかねちゃん、あかねちゃんって言われてたのが、はい、そういった声もないと多少寂しいところもありますよね。ただその後がなんか山口らしくてですね、まあ、こういったことがもしかすると今後通常スタイルになってくるのかなということで、その中に慣れていくこともこれから求められるかなというふうなことまで考えていましたね。そうですね、ここはハイバックでストレートをしっかりと収めてきた中井です。12対8、一進一退の形で来ていた第一ゲーム序盤ですけれども、中井が中盤抜け出しています。また今日多用しているショートサービス、ドロップショット、もう一本続けてきますがネットにかかります。この点差になった理由としては小宮山さん、どのように見てますか。そうですね、斉藤自身が球回しはしてるんですけど、はい、それに対して攻撃という割合が少ないですよね。ああ、そうですか。中井選手の方が、ラリーは作りながら、はい、どっかで攻めるところを伺っているというか。ああ、なるほど。こういった攻め、今のも斉藤を走らせて、そして最後は自分のスマッシュという形でポイントを取っていきました。やはり、回しているだけでは点数は入ってこないので、その中で回しながら、シャトルコントロールしながら、どっかで攻撃、どっかでスピードを上げなければいけないんですけど、多分そこの部分でまだ球回しの時点で終わってしまっているので、この後ちょっと攻撃を増やしてほしいですよね。これもカウンター気味に待って、今のもアウトにはなりましたが、ただ中井に何かそのプランのようなものを感じるような展開だったでしょうかね。そうですね、中井は去年全日本実業団で優勝に貢献しました。当時のアメリカンベイプ岐阜のザン・ベーウェンに勝利を収めています。そのザンという選手はアメリカの代表でリオオリンピック銀メダルのインドのプサルダにも勝ったことがあるという実績十分の選手相手に、中井は大金星を収めました。池田監督はもともとバドミントンが上手くて、そういったセンスは十分に兼ね備えているという話をしていましたが、チーム最年長になって今度は心技体の心の部分の成長が大きいというふうに中井を評価しています。今度は中井を揺さぶっていく画面手前、斉藤プッシュで押し込んでいきました。このラリーは終始斉藤がリードする主導権を握っているような印象を受けましたけれども。そうですね、ネット前、上からフェイントをかけながらシャトルマッシュをしてたので、はい、本当中井選手が後手後手になっちゃいましたよね。はい、ただこういうラリーをやっぱり多くしていかないと、はい、ただそのさっきまではちょっと、ネットの下でシャトルを配球しているので、相手はさほど苦しくないんですよね。はい、だからやはり斉藤選手もスピードを上げれないというか、少し相手を崩しながらプレーをしてほしいですね。はい、
さあ得意のフェイントをかけた相手に読ませないようなショットでまたポイントを取りました。徐々に斉藤詩織詰め寄ってきています。ロングサービス、これはアウトになりました。斉藤詩織はキャプテンを任されて3シーズン目、斉藤自身は自分の成長に期待してもらっている、そんな風にこのキャプテン就任について話していました。ボディへのスマッシュしっかり対応して後ろからドロップショット、これが斉藤の持ち味です。スマッシュを打つと見せて力を抜いたドロップショット、やはりこういった後ろからのストロークには非常にうまさが光りますね。そうですね、今、まあ、相手の ロビングショットっていう短かったんですけど、はい、浅かったんですけど、まあ、それにしても今うまく打ちましたよね。これも早いタッチで前のヘアピンショット、カット後ろへ、逆に中井が奥へ押し込んでいきますが、カット、読んでいたか斉藤、リバースカット、さあ長いラリーになります。奥へ奥へ押しやろうという中井ですが、このショットがアウトになりました。さあ1点差、斉藤がラリーを制して中井の背中が見えてきました。代表返り咲きを誓う悪と最強のキャプテン斉藤詩織、ショートサービスを使ってきました。フェイントをかけて奥へ、そして前へと揺さぶりますが、思わず天を見上げました。今のも高い位置でシャトルをさばこうといういい形は作っていたんですけれどもね。今のネットでちょっとフェイントかけたネットで決めようの意識が強いんですよね。あ、そういうことですか。そこでもう一回崩して、その次その次って形で点数を取ろうと思ったら今ミスにつながらないんですよね。決め急いではいけないということになりますか。そうですね。さあ奥へ押し合った、中井を走らせました。共に点を取り合う形で16対15、このシングルスも21点先取です。またバックハンドのショートサービス、逆に中井もそういった焦りが出たでしょうか。これで追いつきます。やはりこの高い位置でシャトルをさばくことは大事になってきますけれども、それで決めようという意識はあまり持ちすぎない方がいいということになりますか。そうですね、本当に昨日の山口選手もそうですけど、はい、ネットを切った後にしっかり後ろロブ上げられても体入れてスマッシュに入るんですよね、そういったところをもともと上がってきてもいいやぐらいで思えているので。なるほど。やっぱりネットのミスが少ないんですよね。やはりトップレベルになるとその次その次まで考えてのプレーということになっているんですかね。そうですね、今斉藤選手が打ったクロスマッシュも打って相手を崩してその次で仕留めればと思っていれば内側に打てるんですけど、はい、さあ17対16、中井もショートサービスを続けてきます。さあ高い位置でのネットしっかり入った、クロスへ、今は斉藤が捕まえました。169センチの上背がある斉藤、17対17、さあ終盤ポイント一つ上げるとすれば小宮山さんどうでしょうか。そうですね、中井選手もフルでの攻撃が少なくなったので、はい、斉藤選手のこの球回しに対してどこかでフル攻撃を使える場面をどうつく、こういうところですね。これが今ゆっくり入ってるので、はい、どこかでラリーの中でスピードアップできる展開にしていけば、ね、中井にも分があるということですか。まあ、お互いに本当にラリーをしてどこで先に仕掛けるかですね。
仕掛けのポイントが序盤は斉藤が遅かったんですけど、はい、中盤以降少し斉藤がそれを仕掛け出したので点数が詰まったってところですよね。ああここは少しスピードを速めてそれこそスマッシュを打ったんでしょうけどネットにかかりましてコースが変わりました。19対17。さあここで2点差がつきました。斉藤は我慢しなければなりません。ショートサービスドロップショット、ここは高い位置でフェイントをかけずにしっかりとヘアピンを収めていきました。今なんか決めようと思ってるっていうよりかは、もうネット打った後次の動きを斉藤が見せてたので、はい、だからミスをしないんですよね。そういった気持ちがシャトルにも伝わるということになりますね。さあ1点差追いつけるか。画面手前斉藤フェイントをかけて今度は後ろへ揺さぶりました。これが得意のショット斉藤詩織、自分の持ち味を出して大きくうなずきました。19対19。追いついた斉藤、2点リードから追いつかれた画面奥最終間の中井、どちらがゲームポイントを取るのか。ドロップショットフェイントをかけてのヘアピンですがネットを越えません。逆転で斉藤詩織がゲームポイントを灯しました。試合終盤にゲームをひっくり返してその逆転のポイントが20点目、ゲームポイントです。後ろを確認しながらしっかりと見送りました。第1ゲームは斉藤詩織が逆転で制しています。21対19。斉藤詩織キャプテンが一つ先手を取りました。第1ゲームの展開ですけれども小宮山さん、最後はちょっと中井にもミスが続いたような展開になりましたね。そうですね、やはり今気持ちよく最初序盤点数を取れたのがある中で、少し斉藤の球回しが四隅の勢いになって上で取られることが多くなって、はい、決め急ぐ早く攻撃したいというところでずっとミスですよね。というところでやっぱり本当にみんな肩でとかミスをしているわけではなくて、気持ちの面がすごく大きいですので、なるほど、決めたいだったり、はい、早く仕掛けないかとかそういったところでのミスがやっぱり試合を左右してしまいますよね。やはり久々の大会なのでそのあたりのこう自分の感覚というのもやはりまだまだつかめていない部分というのがあるんですかね。そうですね、でも本当に中井選手スタートからこう、少し様子見で入ったと思うんですけど、はい、ちょっと中盤で少し動きにスイッチ入ったかなと思ったんですけど、はい、その後でやはり斉藤選手がそうはさせないという形でラリーの組み立てをしてきたところがあると思うので、はい、この第2ゲームのスタートで1ゲーム取られているので、はい、中井選手はどうやって自分から仕掛けながら、ミスを減らしながらというところですよね、はい、点数を先にリードできるかですね。逆に言うと斉藤のその前への入り方というのがある意味中井にはプレッシャーになっていたんでしょうか。そうですね、本当に上で中盤以降取れるようになっていたので、はい、そういったところでもともとフェイント系のショットは上手なので柔らかさがある、球を打つので、そういったところでは中井選手がタイミングを外されるのが中盤以降になってきましたね。エンドが変わってこれから第2ゲームが始まります。画面奥、黒のユニフォームが悪と最強のキャプテン斉藤詩織、第1ゲームを逆転で制しました。一方画面手前ピンクのユニフォーム中井、最終間のチーム最年長の選手、もうこのゲームを落とすわけにはいきません。斉藤はロングサービスで入ってきました。最初のポイントは中井です。
さあこの中井の第2ゲームの立ち上がり大事にしたいということですね。そうですね、体動きはもちろんなんですけど、はい、どこで仕掛けてどこで仕留めるかというところをしっかりプランニングしてこうラリー配球してほしいですよね。今一つクロスへのスマッシュを打ってきました。逆に斉藤が返してスマッシュ&ネット、うん、徐々にやはりこの斉藤がネットプレーを制し始めています。スマッシュを打って前に思い切って突っ込んでくるこの斉藤のスマッシュ&ネット。斉藤自身は得意のショットが上のレベルになればなるほど出せないんだという話をしていました。そういったこともあって自粛期間中のトレーニングにも汗を流してきました。クロスへのカット、長いラリーでもしっかりと自分のショットを見せていきます。こういったところが斉藤の持ち味ですよね、はい、本当にストレート、ストレート、クロスとか、少し打ち方に変化をつけていってるので、はい、それがやっぱり詰まってるようだとやっぱり中井選手も苦しくなってくるので、そこをなんとかしのぐっていうところをやってもらいたいですよね、今も中井の足を止めましたからね。ショートサービス対して中井、ストレートへのスマッシュカットですが、わずかにアウトになりました。中井自身はもともと攻撃型の選手だという自覚があったそうですが、ただちょうど去年の全日本実業団の前の練習試合で他の選手からこう粘るタイプなんだということを聞いて、そこで自分自身のプレーの意識の変化があったということを話してくれました。このラリーもなんとか粘ってポイントにします。池田監督も自分の球が決まらなくて我慢できなかったのが攻める中での粘る意識がこの中井の中で芽生えたんじゃないかなという話をしています。小宮山さん、そういった意識の変化一つで選手のプレーというのは変わってくるものだと思いますけれども。そうですね、本当に僕も中井選手を高校生の頃から知ってますけど、はい、そうですか。その頃はやっぱりスマッシュネットっていう本当にちょっと男勝りじゃないですけど、男子選手みたいなシングルスをしてたのが、はい、やっぱり熊本のこのチームに入って、またこう一つラリー型のプレーもこう身につけてきてる、ここも素晴らしい粘りがあります。そしてカット、ちょっと決め急いだか。ただ徐々にラリーというのが生まれるようにはなってきました。やはり小宮山さんもそういった変化というのは感じられますか。そうですね、本当にスマッシュネット、スマッシュプッシュっていうような選手だったイメージなんですけど、それが本当に、ラリー力、もともと体力すごいある選手なので、ラリーをしっかりしてっていうところで自分のプレースタイルですね、配球力ってところでも勝負できるようになったってところは、はい、強い武器になりましたよね。ただここは飛びついていきました。斉藤の高さが上回ります。169センチ。今回新型コロナウイルスの影響で国内大会、国際大会が相次いで中止されましたが、逆に中井としてはですね、山口茜の球をいっぱい受ける機会があったということで、中井が一学年上ではあるんですが、前よりも少しは食らいついていけるようになったというふうな話をしていました。やはりその代表選手から吸収しようというのがこの中井といった選手には大事になってきますよね。そうですね、本当になんかゲームをやることだけが練習じゃないというか、はい、そうですか。基本ストローク、ウォーミングアップで山口選手と打ってるだけでも、もう勉強になるところは、年齢は中井選手が上ですけど、勉強になるところたくさんあると思うので、本当に今回、コロナウイルスの問題はありますけど、中井選手にとってはいい期間だったんじゃないかなと思いますよね、はい、その山口の球もたくさん受けてきて、そういった成果を今日出す場面でもあります。斉藤詩織は代表経験もある格上の選手、そういった選手にも勝つ姿を見せてほしいと話していた池田監督です。
ただ連続ポイントは斉藤、5点差がつきました。ショートサービス、ここは見送ってアウトです。自分のスタイルに気づいた中井、しっかりとラリーをしてペースを掴んでいくことができるんでしょうか。ここでロングサービスに変えてきました。クロスへのショット、ヘアピンの応酬から斉藤が一気呵成に攻めてきます。しかしうまく切り返して、ストレートへのプッシュですがアウトになります。いや今中井のプレーだったんですけどね、ちょっと最後の決めがもったいなかったですね。今のプッシュもちょっと決め急いでるような心境というのは感じられますか。そうですね、今少しネットが薄く入ってきたので、はい、外にスライスかけてプッシュすると思うんですけど、ちょっと難しい球ではあったんですよね。8対3、5点リードは斉藤詩織。これも高さを生かします。そしてストレート、中井はクロスへ飛びついていく。クリアの応酬、斉藤がフェイントをかけながらのこのバックハンド。いや徐々にその斉藤のショットというのが中井を苦しめていますか。そうですね、少し足を止められながらストロークされてしまっているので、そういったところで斉藤選手の今強みが生きてますよね。増田監督はシンプルにバドミントンを頑張りたいという子をキャプテンにしたいという思いでこの斉藤詩織を指名しました。ただ、斉藤の課題としてはこう輪になって話すときもどうしても先輩たちから先に意見が出てくるというようですけれども、小宮山さんから見たこのキャプテン斉藤というのはどうでしょう。そうですね、本当にアクトというチーム自体が、本当に上場勉強もあまりなく、みんな和気あいあいとしているチームなんですけど、はい、やっぱりしっかりまとめるところで、僕はやっぱりまとめていくことがやっぱり、バドミントンの中でも精神的に強くなると思うんですよね。ああそうですか。今やっぱり先輩ですね、多少腰は下ながらキャプテンやってますけど、先輩ですね、やっぱりあるのではなく、これからもっと自分が自分の形で発信できたら、またさらにバドミントンが成長するのかなと思います、ただこの新型コロナの時期を乗り越えて自分で考えて行動して自分でバドミントンを考えてできるようになったのではないかというふうに増田監督も評価する部分も教えてくれました。キャプテンといえどもまだ22歳ですから、少しずつそういったところが芽生えてくればということにもなってきますかね。そうですね、ただ本当に今日本代表を見ても、はい、22歳で言ったら中間層を超えているぐらいになってきてしまうので。ああそうなんですね。やはりもう本当にここ1、2年を本当に大事にしないと、やはり下がどんどん台頭してくるので、はい、そういった意味ではこれからもう一つ、もう二つ上に行かないとダメですよね。代表返り咲きを目指している斉藤詩織、第2ゲームもいい形で11対4リードして1分間のインターバルに入っています。新型コロナウイルスの影響で SJ リーグはもちろん国内大会、国際大会の中止が相次ぎました。そういった中で両監督の思いで実現したこの SJ リーグプレマッチ、昨日は再春館誓約書が2対1でアクト最強を下しています。第1ダブルスの志田松山がアクト最強の柏原加藤ペアにストレートで勝利、シングルスの山口茜が林元相手に第1ゲームこそ奪われましたが第2、第3ゲームと取って逆転勝利。第2ダブルスはアクト最強の中村今井ペアが最終間の小野福本ペアを退けて結果2対1、初日は最終間が勝利を収めています。今日の試合は第1ダブルス志田山口というペアが即席ペアが
悪と最強ペアを退けて、まずは最春館が一本取っています。まあ、この熊本では7月豪雨災害にも見舞われました。最春館の選手たちは7月17日社員と一緒に被災地でボランティア活動も励んで、そして悪と最強も日本赤十字社を通して義援金を寄付しています。新型コロナ、そして豪雨災害に見舞われた熊本の皆さんに元気を届けたいということで、ネットでの配信も行いながらこのプレマッチが実現して2日目を迎えています。11対5、斉藤リードで試合が再開されています。ここはスマッシュ&ネット、見事クロスに沈めていきました。連続ポイント中井です。小宮山さん、何か中井に変化というのは生まれていますか？そうですね、本当にインターバル明けで、やっぱりもうここ追いかけないことには始まらないので、やっぱり本当にペースダウンはしないようにペースアップのイメージで、はい、来てますよね。第1ゲーム終盤にもお話しいただいた、そのどこかでギアを上げてくるというのが、中井は今ここもう最後力を出さないといけない場面ということになりますか？そうですね、本当にこの終盤より中盤が、この点差で来てしまったので大事で、本当に終盤でこの点差だったらどうやっても追いつかないので、はい、やっぱ中盤でもう一回イーブンに持っていかないことには始まらないので、上げるしかないですよね。最瞬間のシングルスには当然山口茜という存在がいます。それからルーキーの内山千尋という楽しみな選手も今シーズンから所属をしています。そういった中でチーム最年長の中井、なんとかここはこらえたいというところですが、ただ今のも斉藤がいいタッチで奥へと押しやりましたね。そうですね、バックハンドの前ですよね、はい、いい入りしてましたよね。やはりここで中井選手がスピードを上げてくるのは分かっていることなので、ええ、そこで一歩も譲らないというぐらい自分も上げてるっていう感じしますよね。ああ、そうですか。いや、ただここはストレートへのカットです。大きく吠えました中井。6点を追いかけます。一歩一歩成長を遂げてきたチーム最年長中井由紀乃、去年は団体戦でチームの勝利に大きく貢献しました。今度は自分自身が存在感を見せていきたいというところ、ここもこらえてボディへのスマッシュ。少し苦しそうな表情は浮かべていますけれども、それでも攻め切ったような印象がありましたね。そうですね、いいところ打ちましたよね。今斉藤選手はストレート、フォア側のストレート、はい、内のイメージで動いてたんですけど、これを内側に来たんで、やっぱり中井選手のこの、配球というのも少し変わってきてますよね。自分はラリー型ということに去年気づいたそうですけれども、もともと備わっていた攻撃というのをここ数試合、ここいくつかのラリーで見せています。このスマッシュはアウトになっています。ペースアップした中井に対してしっかりと対応してきている斉藤詩織。代表返り咲きを目指すチームキャプテンですが、ここはスマッシュ、同じようなコース打ち直していきました。あ、ガットが切れましたか。第1ゲームは画面奥、斉藤詩織が逆転で取りました。第2ゲームも14対9、悪と最強の斉藤詩織が5点リードでこれから終盤の戦いへと入っていきます。クロスのカット、アウトになりました。斉藤としてもこういったところ我慢していきたいですか？そうですね、点が多少こう縮まってきているので、
こう点数が欲しいっていうところからの今のショットですよね。まあ、あわよくば今1点欲しいっていうところでしたからね。ロングサービス、ボディへのスマッシュ、ドロップショット、一つ一つのショットにフェイントをかけてきます。そしてクロスネットですが、中井の粘りが上回ります。さあ3点差、第1ゲームとは逆の展開になってきました。逃げる斉藤詩織、追いかける中井由紀乃、代表経験もある斉藤相手に、さあ中井追いつけるか。しっかりと拾った、これも対応して揺さぶります。ネットにかかった。ポイントは中井です。攻めるシーンが多かった中井ですが、ここは斉藤ちょっと揺さぶってきていますか。そうですね、まあ、斉藤自身が今かなり急いでいる感じですよね。あ、そうですか。やっぱりどこかで止めなきゃ止めなきゃっていうので、やっぱりタッチの速さもそうですけど、少し急いでプレーしているので、それでミスが出てしまうんですよね。うわー、ここは見事なクロスネット、斉藤のお株を奪うようなフェイントをかけてのクロスネットでした。今のはうまさがありましたか。そうですね、本当に相手見ながらのストロークなので相手は足止まってしまいますよね、はい、中井自身が一番自信に思っているというネットプレー、得意のクロスネットが出て、さあ1点差まで来ました。奥へ押し合って、もう一度奥へ、斉藤を動かします。今度は前へ、クロスへのカット、ストレート、このスピンネットをなんとか返して強打を浴びせていく斉藤。そしてクロス、よく飛びついた斉藤ですが、最後は中井が上回りました。今スピード上げてきましたか。そうですね、本当に中井選手が今、まあ、しっかり守る中で、どっかでチャンスを見逃さずということでプレーしているので、はい、ちょっと斉藤選手も苦しくなってきましたよね。実績では代表経験もある悪と最強の斉藤詩織、そこにぶつかっていきたいと話していた中井、最終巻の池田監督も成長のきっかけにしてほしいという言葉を送っていました。自粛期間中ではチームメートの山口茜のシャトルを多く受けて、自分自身を鍛えてきたと話す中井です。格上の選手に勝つことがこれからの目標だと話していたチーム最年長、そういった意味では今日はうってつけの場面ということになります。14対14、第2ゲームついに中井が斉藤を捕まえて、さあこれから終盤の攻防です。今流れとしては中井にあると見ていいですか。そうですね、中井選手に今流れは来てると思うんですけど、私今少しコート整備で時間があったので、はい、こういったところでどう変わるかですよね、まあ、そういったところを斉藤がうまく間を取ったと考えていいでしょうね。そうですね、ドロップショット、ただ最後は中井に分がありました。一つ二つうなずいたのは斉藤詩織、我慢の時間帯が続きます。まあ、本当にこうやって連続ポイントを取られている時っていうのは、自分がどういう風にしたらいいかっていうのが見えてない状態なんですよね。本当に守りでいくのか攻めでいくのかというところをはっきり自分で意思強く持ってやらないと、はい、なかなか止まらないので、ここはただ思い切っていきました。
その状況判断というのが求められるということですか。そうですね、シングルスは自分の意思を強く持ってやればいいんですけど、例えばダブルスだと私はディフェンスしたい、私はオフェンスしたいっていうので食い違いだったりするので、はい、本当にこうシングルスやってる自分しかやっぱり考えを作れないので、しっかり自分でどうするかを選別して、プレーしてほしいですよね。まあ、そういった意味では本当にシングルスプレーヤーというのは孤独な戦いにはなってくると思いますけれどもね。そうですね、ただでさえこう今コロナの状況でコーチも一人しかつけないとか、いろんなこともあるので、はい、やっぱり自分がやっぱり意思強く持たないと、はい、フェイントをかけてくる斉藤、ボディへのスマッシュ中井。このアクセントとしてボディへのスマッシュを打っていきます。本当に中井選手いいところで、センターですね、ボディの使い方がしっかりできてますよね、はい。まあ、先ほどもそうですし、こうサイドボール待ってるところのボディ割りってのはすごくダメージきますからね、やはりシングルスの選手というのはサイドに来ることを予測することが多いんでしょうか。そうですね、サイドボールが一番まあ遠いところであるのは怖いところなので、はい、そんな中で効果的なセンターボディへのショットを打ってくる中井です。このラリーは斉藤が揺さぶって、こちらもスマッシュ、クロスへのカット、しっかり足が動いている中井です。チャンスになるストレート、よく拾った斉藤、逆に揺さぶりました。17対15、さあ2点差がつきました。去年自分自身のスタイルに気づいた中井、ラリーに持ち込んで自分のポイントへとつなげていきます。着実に成長を続けてきた24歳、気づけば最瞬間の中でもチーム最年長になった中井。ただここは甘くなりました。逆にボディへのスマッシュを打ってきた斉藤しおりです。まあ、このように簡単に決まるラリーというのが、まあ、斉藤の中ではこう一つ、まあ、楽になるところになってきますけれどもね。そうですね、まあ、ただ本当に今斉藤選手がこうサイドラインのスマッシュを打ててないので、やはりやっぱ苦しいですよね、サイドラインで相手をラインまで体を寄せさせて、その次にショットっていう形が一番理想的なんですけど、はい、これ内側を今意識しているので、アウトになってほしくないっていうところで、内側に相手はつけなくなってしまうんですよね、それは気持ちの問題になるんですか、それとも技術的なところになるんですか。そうですね、気持ち的ですよね、今サイドラインに打つほど自信がないで、ミスをしないように内側ってなると相手は楽をさせてしまうので、はい、まあ、そういったところで今メンタルで強くもうライン打って核を持ってやってほしいですよね、逆にそういった甘くなると中井のリターンを食らうことにもなってきますね。そうですね、攻撃したつもりが劣勢になってしまうので、はい、そんな中でここはカットをしっかりとオンラインの形で沈めてきました。18対17、第1ゲームは芥最強の斉藤しおりが取っています。この第2ゲームを取ればシングルスを取り返すというアクト最強、対して中井はこの第2ゲームを取ってファイナルゲームへと試合を持っていきたい。クリアの応酬、奥深いところまで追い込んでクロス、フェイントをかけて奥に押しやる斉藤しおり、今度は前へドロップショット、これにも対応して逆にいいスピンネットは中井です。クロスカット、強打、スマッシュ&ネット沈めた、ガッツポーズを作りました。決してライン際にスマッシュは行きませんでしたが、それでも勇気を持って前に突っ込んできました。そうですね、今は本当にもう少しラインに行ってたらそのままプッシュで行けたのかなと思うんですけど、やっぱりミスっていうところが今メンタル的なところですよね、はい、そこを少し恐れているところもあるので内側に入ってしまって、
まあ、ただそれはあのリスクマネジメントじゃないんですけど、まあ、そういったところであのミスなくやるっていうのは大事なことなので、まあ、今は本当にナイスプレーですよね。最後のクロスネットも決して簡単ではなかったと思いますけれども、あのあたりもミスになっていた第一ゲームと比べるとしっかりと沈められたというのも大きかったと思いますけれども、簡単じゃなかったですよね、最後のキス、キスネットというのは、はい、なんとか決めれたので、まあ、この後大丈夫ですね。斉藤自身はコート内のスピードというのを課題にこの自粛期間中取り組んできました。マークと最強では近くにあるベーセンコというダムを1周5キロほどあるそうですが、2周走った後に階段トレーニング、いや本当に選手たちがこう根を上げるほどきつかったというふうな話をしていましたが、そうですね、まあ、本当に期間中全体トレーニングができない分、はい、まあ、本当に個人自分の意思でやっぱり頑張るってことをやっぱり、しないとやっぱりフィジカルっていうのは上がってこないので、はい、その中では選手たち本当に頑張ったと思います。そういった厳しいトレーニングを乗り越えて鍛え上げてきた足腰、この第2ゲーム終盤でさあ斉藤、その成果を発揮する場面がやってきました。18対18、さあ一方食らいついていかなければならない中井、ネット際ドロップショット、クロスへ揺さぶってストレート、これも拾う斉藤、奥へドロップショット、長いラリーになります。ライン際どうか、あっと最後は中井が上回りました。手に汗握るラリー、制したのは中井。今のラリーどうご覧になりましたか？そうですね、最後中井選手よくラウンド奥からクロスクリアまで持ってきましたよね。対角線一番長いコースでしたかね。そうですね、あの走らされながらのクロスクリアっていうのは本当は斉藤選手フォアを困ってたと思うんですけど、その中でよく外しましたよね。持ちこたえた中井、山口茜という存在の陰でしっかりとコツコツと積み重ねてきた中井です。いやただここはガッツポーズを作った斉藤、しっかりとラインいっぱいコントロールしていきました。19対19、またこのゲーム終盤で同点という展開。さあここからですね、小宮山さん、どっちが攻めるいい形を作れるかですね。こういった展開の中から第1ゲームは斉藤詩織が抜け出しました。さあ大事な1本クリアで追い込む斉藤詩織、もう1本奥へ、さあチャンスになった、ストレート、強打の斉藤詩織、ここは力で押し込んでマッチポイントを灯しました。去年まで日本代表ルーキーイヤーでは社会人に総合8といういきなり実績を残しましたが、ここ数年は苦しんでいる斉藤詩織キャプテン、シングルスを取り返してさあ第2ダブルスへと持ち込んでいきたいマッチポイントです。いやただこらえた中井、そう簡単にはさせません。中井にも意地があります。去年は全日本実業団、茨城国体でも団体戦で大きくチームの優勝に貢献しました。さあ20対20、ここからはデュース、2点差がつくまで勝敗は決しません。あちょっとショートサービス、ロングサービス一つ選択を迷った中井、上から攻めてくる斉藤、しっかりこらえています。ドロップショット、もう一本、今度はクロスへ、スマッシュ&ネット、あーっとこのカットショット、いやどうでしょう、もったいなかったですか。あの斉藤選手のロビングが結構深めだったので、今カットをかけずに普通のシン
ントなドロップショットだったら多分ミスをしてないんですよね。はい、まあ、そういったところちょっと多少なりとも深いところからでも崩したいという意識が少しミスにつながってしまいましたね。ただ粘った形が功を奏した斉藤詩織、2度目のマッチポイントを迎えています。静寂に包まれている桜リーナ、ショートサービス、あーここはヘアピンショット、ガッツポーズが逆に中井に出ました。いやー今の1本もヒヤッとするようなシーンではありましたけれども、確実にポイントにした中井ですね。そうですね、今は本当に勝負いってましたよね、やっぱり取られミスをしたら負けてしまうという場面で、あのきっちりとしたネットというのは、はい、多少ちょっとあのギャンブル的な要素じゃないですけど、まあ、なんとかそこを抜けたので、はい、本当にもう一回というところですよね。中井は自分自身のネットプレーに一番の自信を持っています。21対21、第一ゲームを取ったのは画面奥、アクト最強の斉藤詩織、チームのキャプテンでもあります。どちらがマッチポイントを灯すか。ロングサービス、あーここは斉藤がポイントを取ります。3度目のマッチポイントを迎えました。アクト最強キャプテンの斉藤詩織、22対21。こういったところでロングサーブが打てると有利なんですけどね、やはりあのネット前で早く攻めたいって気持ちは相手持ってるので、そうですよね、ネットですよね、スタートが。ただ高い位置でヘアピンを取りました。さあどうするか、今度は奥へ、クリアの応酬、ドロップショット、奥へ追い込んだ中井、ストレート飛びついた、ここは連続攻撃中井です。そのサービス場面ですけれども、斉藤詩織はショートを選択しました。そうですね、やはり相手はネットを切って入りたいという形を、本当は少し予測ができるのであれば、後ろを使うとかっていうところにできると思うんですけど、やはりあのこうやって競ってる場面だと緊張もあったりするので、やっぱり考えが少し難しくなってくるんですよね。中井はロングサービス、ネットイン、ストレート、得意のネットプレー、ここは強打、ドロップショット、一旦奥へ、さあ追い込んだ、クロスのカットはアウトです。ここで中井が逆転に成功、23対22。どちらもこの苦しいゲーム終盤、さあ逆転してチーム最年長の中井が23対22、逆にゲームポイントを取りました。ドロップショット、ボディへ、ネットイン、フェイントをかけての後ろ、高い位置でヘアピンを取った、ドロップショット、ストレート、もう一本ドロップショット、ハイバックになった、チャンスになった、クロス反応した中井、最後は中井が勝りました。見応えのあるラリー、ネットの攻防も非常にレベルの高いものがありましたが、ヤコミオさん、最後は中井でしたね。そうですね、本当に我慢強くで、メンタル面最後強かったですね、あのネット、ネット、ネットっていう形で、はい、あのあたりはもう最後気持ちの勝負ということになってきたんですか。そうですね、あの、まあ、前下手の問題じゃなくなってくるんですよね。ああそうですか。
第1ゲームはネットで優位な立場にいたのが斉藤しおりのような印象がありましたけれども、最後の最後その中井がネットで自分の良さというのを出し始めたような形だったんでしょうか。そうですね、はい、本当に気持ち強く、しっかり取らなければいけないところでいいショット打ってましたよね。本当は1ゲームの中井選手が勝って2ゲームの斉藤選手そのままという形のような試合展開だったんですけど、お互い逆で取られてますよね。ああ、そうですね、終盤にこうひっくり返すような展開になっています。第1ダブルスは志田山口ペアが悪と最強の重田スイズペアを退けました。このシングルスは第1ゲーム斉藤しおり、第2ゲームは中井が取り返して、これからファイナルゲームへと入っていきます。熊本再春館製薬所の敷地内に3年前に作られましたこの桜アリーナで試合が行われています。再春館製薬所の社員の福利厚生の施設としても活用されているこの桜アリーナですけれども、新型コロナウイルス感染予防のため、今はバドミントン部が専用としてこの体育館を使っています。今回はプレマッチということで、通常の試合でも使われているこのグリーンのコートマットを敷いて、さらにはサイドパネルも置いて本番に近い形でプレマッチが実現しています。小宮山さん、あの最後のようなラリーというのもなかなか練習では見られないような、そういったことにもなってきますか。そうですね、お互いに普段からやってはいると思うんですけど、ああいう練習を、はい、この雰囲気の中でやるっていうのが難しいので、本当に最後は、中井選手に上がりましたけど、この後、お互いに引かない試合展開期待したいですよね。非常に見応えのある第2ゲームでした。さあこれから勝負の行方はファイナルゲーム、この第3ゲームにかかっています。エンド変わって画面奥、ピンクのユニフォーム中井のサービスで始まります。飛びついていきました斉藤しおり、やはりああいった高さはこのシングルスでも生きてきます。169センチあります。第2ゲームまでは黒のユニフォームを着ていた悪と最強の斉藤ですが、このファイナルゲームユニフォームを着替えて青のユニフォームで臨んでいます。さあ小宮山さん、このファイナルゲーム改めてどんなところがポイントになってきそうですか。そうですね、本当にお互い今ネットを切って、攻撃って形に持ってきたいのがすごく見えているので、はい、本当にどっちがいいネットを切れるかですよね。今中選手が今攻撃したんですけど、いいネットを切ってるからやっぱり甘くなるんですよね、本当にスマッシュ攻撃っていうのをラインサイドラインに入れる度胸も必要ですし、ネットをどれだけ相手より上回れるかってところがこの勝敗をこう左右するのかなと思いますね。はい、本当にバドミントンのネットプレーは数センチ単位での勝負ということでもなってきます。斉藤が奥へ高い位置で取る、そしてポイントにつなげていきます。今はフェイントをかけずに早いタッチで奥へと押し込んでいきました。画面手前が悪と最強のキャプテン斉藤しおり、第1ゲームは逆転で取りました。一方画面奥の最瞬間中井が第2ゲームは逆に逆転勝ちで制してこの第3ゲームへと入っています。またネットプレー奥へ揺さぶっていきますが、反応した中井アウトです。今のは斉藤としてはラッキーなポイントになりましたか。そうですね、本当にポイントっていうのは、最初知らないうちはやっぱり足止められるんですけど、徐々に慣れられるんですよね。あ、そうなんですね。その中で今反応されてしまっているので、はい、少しまたそれに対して斉藤自身も変化をつけていかないと、今先ほど一回クッション性のボールを使わずに速いタッチでいったり、はいはい、そういったところで変化をつけてまた
手に取っていく形をやってもらいたいですよね。斉藤自身が得意としているフェイント、溜めを使ったようなショットですけれども、徐々にやはりこの中井も第3ゲームファイナルゲームになってくると対応してくる中での駆け引きということになってきますかね。中井はロングサービス、奥へストレートのカット、今度はクロスへ、高い位置で中井がネットを取ります。あとジャッジ仕掛けて、もう一度組み立て直します。クロス、角度がありました。いいところですね。あのこれが2ゲーム終盤で出せてたら斉藤がいったかなと思うんですけど、やはりあのゲーム序盤なんでライン狙えるんですよね。なるほど。終盤になるとやはりその1点がって思うと、どうしても内々に入ってきてしまうので、はい、やっぱりそれを終盤、まあ、中井選手の方がラインはいけてたかなと思うので、はい、やっぱりこの後、まあ、中盤終盤に向けてラインをしっかりどちらが狙えるかっていうのも一つ、こうゲームを左右するのかなと思いますね。今は上からショットの高い、精度の高いショットを打っていきました斉藤です。まあ、自粛期間中は中国の選手、世界ランク2位のチェン・ユーフェイを見ていろいろバドミントンを研究してきたそうです。同い年で身長もほぼ一緒だというその中国のチェン・ユーフェイを見て自分のイメージも高めてきたという斉藤詩織です。まあ、現状日本代表の女子シングルスといいますと奥原であったり山口といった比較的小柄な選手がこう粘ってというのが日本のスタイルになってきますけれども、斉藤のような169センチ、上背もある選手がまた違う形で違うスタイルで世界と戦う姿というのもファンの中では楽しみだと思いますけれども。そうですね、あの本当足で稼ぐ選手も見てて楽しいですけど、はい、ショットであの見せてくれる選手っていうのがすごく魅力があるので、はい、そういったところではあの、まあ、ラムテスとか松本長原フェアとかみたいな、チームでも、はい、本当に体のポテンシャル持った子がこう出てくるとまたバドミントンファンも増えるかなと思いますよね。まあ、当然小柄ながら一生懸命コートを縦横無尽に動き回る奥原山口のプレースタイルというのはファンには馴染みはありますけれども、斉藤のようなこう上背のある選手が活躍する姿というのも花がありますよね。そうですね。さあ中井もただ苦しくなってきたでしょうか。どちらも、まあ、久々の試合ということになっています。公式戦ではありませんが本番に近い形で迎えているこのプレマッチ。第2ゲーム終盤ちょっと斉藤の足が止まるようなシーンも見られましたけれども、スタミナという面ではお互いどうでしょうか。そうですね、あの、まあ、斉藤自身もこのコロナ期間で、しっかりと体作りには取り組んできたので、まあ、ただ本当に練習でやる試合と本番でやる試合の体力の削られ方って全然違うので、まあ、そういったところで、まあ、あの多少こう、まあ、久しぶりの試合というところで、まあ、不安なところはありますけど、はい、まあ、でもやっぱ練習やってきたことを、まあ、メンタル強く持って出し切ってほしいですよね。ストレートスマッシュ、高い位置でフェイントをかけて押し込んでいく、ポイントにしていきます。7対3になりました。第3ゲームのここまでの展開は小宮山さんどうでしょう。そうですね、この本当に3点4点ぐらいからまた斉藤のラリーというか、はい、あの上からストロークしてるのかなというふうに感じるんですけど、やはり逆に上げすぎてしまうと、まあチェンジエンドした後とかっていうところでまたスピードダウンしてしまうので、はい、少しこうお互いに様子見ながら、体力コントロールしながら、はい、やってほしいかなと思いますね。やっぱりこのシングルスになりますとそのペース配分というところも鍵になってきますか。そうですね、はい、本当に昨日の山口選手というのがいい例で、やっぱり上げなきゃいけないところでしっかり上げて、まあ、どうでもいいってことはないんですけど、はい、あのここは少し我慢というところではずっと我慢しながらこうフェースダウンしながら試合進めたりするので、
ここで頑張らなきゃってところで頑張れるんですね、山口選手は。そうなんですか。昨日山口は悪と最強の林本を相手に第1ゲームは本当に簡単にと言ってもいいほど落としたんですけれども、第2、第3ゲームは全く林にバドミントンをさせませんでしたからね。そうですね、第2ゲームのスタートこそちょっと多少点数は競り合ったんですけど、そこからですよね、もう集中力がパッと上がったらなかなか抜けれなかったですよね。ただその山口ですけれども、第1ゲームを取られた後にふと豪雨被災地にボランティアに行ったこと、それから中高生が、大会がなくてどこにもぶつけることがない怒りだったり悲しみだったりを本人が思い起こしたそうなんですね。そういった人たちの姿を見てきた中で、じゃあ自分は今何ができるんだなということを自分自身に問いかけて、一球一球を無駄にしないようにしたという話をしていました。そういったことを試合中に思い浮かべられる選手というのもなかなかいないと思いますけれども。そうですね、やっぱり試合のことばっかり気になってしまいますからね。試合はどうしても選手が取ってたりすると興奮してしまうので、その興奮でこう自分のバドミントンのプランも考えられないということがたくさんある中で、はい、そういったことを考えられるってすごいですよね。何かそういった表に見えるところだけではなく、しっかりとこう自分の力に変えている、そんな山口のコメントというのが非常に印象的でした。ここもよく対応している斉藤、食らいついていく。いやー、ただ最後は中井が上回りました。ただどうでしょう、斉藤の粘りというのはどう見ますか。そうですね、本当に1戦ぐらいまでいってると思うんですけど、最後の、その中では、最後まで先ほど諦めないという形は、練習の中でそこまではできないんですよね。どうしても逆疲れたと思うと、それで足が止まってしまうことが多い中で、今も最後まで足を運ぼうとしているので、はい、今度は本当に試合って大事で、久しぶりのこの大会で、いい意味を持った試合になっているなと思いますね。はい、悪と最強は創部10年目とまだ若いチームですが、今シーズンからチーム目標の一つでもあるオリンピック選手を輩出しようということで、練習環境も会社から多くサポートしてもらったと増田監督は話します。自粛期間中にはそういった目標を実現させるために厳しいトレーニングにも励んできました。山口のダムを走って、そしてその後は階段ダッシュ、そういった辛い時期も乗り越えて、これから SJ リーグ、そして日本のバドミントン界に旋風を巻き起こそうという悪と最強です。ハイバック奥深いところ、ストレートのカット、速いタッチで切り返していく斉藤詩織。中井はクロスへ、中井を揺さぶる、スピンネットチャンスになった、ボディへのスマッシュです。ガッツポーズを作りました。ポイントになるネットプレーで今は斉藤が支配していますか。そうですね、今は斉藤がしっかりネットで本当に高い位置で切れたので、上がってきて攻撃って形につながりましたよね。やはり中井選手も斉藤自身もお互いネット勝負なのは分かっていると思うので、そうですか、打たせたくないけど自分も打たなきゃいけないっていう、難しいところですよね。ネットを挟んでそういった駆け引きが繰り広げられています。フェイントをかけての前、中井も対応します。ストレートスマッシュ、クロスのネットですがちょっとバランスを崩したでしょうか。ファイナル第3ゲームは11対6、悪と最強斉藤が5点リードでこれからチェンジエンドです。第2ゲーム終盤は中井がいい形を作っていたんですけれども、これから巻き返すためには
まあ、当然ネットもそうですが、あとはどういったことが中井は必要でしょうか。そうですね、やっぱりラインゲームと一緒みたいな点差ですよね、はい、その中でやはりこの中盤どうしても上げなければいけないので、まあ、そこで、まあ、ネットを早く切って攻撃対策を取るってことは、まあ、もちろんなんですけど、斉藤選手にこう、ま、ラリーを回されないようにしないとダメですよね。今お互い自らが落ちてきているので、はい、相手に回されていると同じ人と同じラリーしてても相手に取られるのは回されている方なので、はい、でも先の主導権はどっちの先手を握れるかというこの後中井選手としては大事なのかなと思います、はい。ただこの中盤の戦いで見てみますと、中井が第2ゲームはこういったビハインドの展開でこうスピードを上げてゲームを取り返しました。まあ、そういったイメージというのは本人も持っているわけですからね。そうですね。ただ逆に斉藤選手自身も、はい、第2ゲームの、この中盤以降からのこれを分かってるんで、ここをもう一回スイッチ自分で入れなきゃと思ってると思うんですよね、はい、ただそこら辺でお互いにどっちがこの1点2点3点ぐらいですよね、こう点数を動かせるかってところがすごく大事なのかなと思いますね、はい。そういったことを考えるとこの第2ゲーム終盤というよりもこのインターバル明け中盤の3ポイントあたりが非常に今日のゲームを左右するのかもしれません。SJリーグ2020プレマッチ in 熊本2日目を迎えた最瞬間制約所対アクト最強。第1ダブルスを取ったのは最瞬間制約所、シングルスはアクト最強、斉藤詩織がファイナル11対65点リードで試合が再開されます。さあ大事なインターバル明けの1本、中井を揺さぶるクロスへのカット、角度がありますが中井も反応してストレート、クロスへ、まだ中井を揺さぶってる印象がある斉藤詩織、奥深いところに返すドロップショット、後ろを確認しながらのドロップ、対応する中井、ボディへのスマッシュ強烈です。中井のロブが短くなったところ、すかさずボディへスマッシュを浴びせていきました。今のラリーも斉藤詩織が主導権を握っていました。そうですね、でも中井選手も今引かずにラリーはしてたんですけど、はい、斉藤の選手のメンタル強かったですね。ああそうですか。イレブン明けで、すぐライン1回スマッシュ入れたので、はい、まあ、そういったところでは今こう取るぞって気持ちで来てると思うので、これもアウトになります。インターバルが明けて小宮山さんが大事と話していた2つのラリーを斉藤が取りました。13対6、斉藤の声が桜アリーナに響き渡りました。中井はもう我慢しなければなりません。なんとか主導権を握りたい中井、そうはさせない斉藤、これは読んでいくストレート、スピードを上げてきた中井、ドロップショット、ネット、最後の最後押し込みました。いや中井がよくこらえました。そうですね、こういう一つ一つですよね、単発で今決めるように斉藤選手のダメージを集めながら点数を取っていかないと、この点数ってなかなか追いついてこないので、単発で決められる方があっさり考えられるんですね、斉藤選手は、はい、なのでこうラリーの中でこう点取られるとダメージが出てくるので、今追いつくためにはこういうラリーを何回も継続しなきゃダメですよね、まあ、両者にとっても本当に苦しいこの長いラリーですけれども、そういったところをものにすれば逆に流れがきます。6点差、逃げる斉藤、追いかける中井、クロスのスマッシュ、ネットにかかりました。
さあ連続ポイント13対8。第2ゲームと同じような展開になっているでしょうか。第1ゲームは斉藤しおり、第2ゲームは画面手前中井、ともに第1、第2ゲームは逆転でものにするという形になりました。クロスへ揺さぶる高い位置でのスピンネット、クロス、中井が上げるストレートのドロップショットですが、上からのショット、斉藤にミスが連続しました。ここはどうでしょうか。また苦しいイメージ出てますよね、やっぱり点数を、2面から取りに行く場面も大事なんですけど、はい、相手からもらう点数も必要だと思うんですよね、今本当に今自分で取りに行き過ぎているところもあるので、はい、そういったところでミスが出てしまうので、ちょっとこの後逆に足で稼ぐぐらい、中井選手が足で勝負しに来ている分、はい、それを上回るぐらいの人ラリー欲しいですよね。ここは決め急いだでしょうか。ここ数ポイントというのは中井が足でフットワークで稼いだポイントなんでしょうか。そうですね、足で稼がれてしまうと、どうしてもショット、いいショット、いいショットってイメージ持たなければいけなくなってくるので、はい、そうするとミスにつながるんですよね。山口茜とこの数ヶ月多くラリーをしてきたという中井、そういったところがこういったところでも生きたでしょうか。プッシュ決まって13対11、一気に2点差まで来ました。いや、一時は斉藤が離したかのように思われましたが、あっという間に2点差です。本当にこの風のない状況でなので、はい、本当にメンタル面でしかないんですよね。あ、そうなんですね。ここまで11-6ですね、はい、まで来たメンタル面と、その先13-6まで来た、はい、メンタル面のところまでは良かったんですけど、そこから多少コツコツした自分もいたと思うんですよね、はい、そういった時から少し疲れてしまうので、ここ本当にもう1ラリー我慢しないと、やっぱり中井選手のペースになってきますよね、斉藤しおりはキャプテンとして練習中に雰囲気を見てみんなに声をかけたり、一番全体を気にしてくれていると増田監督はその斉藤を評価していました。ただ一方で自分自身に優しすぎるところがあると斉藤しおりは自分のことを話してくれています。ここはしっかりと気持ちの面でリードしていますが、中井に勝ることができるか。クロススマッシュ、反応する中井、今度は逆に中井がラリーの主導権を握っているような印象はありますが、ネット。一つ斉藤が我慢しましたか。そうですね、我慢というよりかはラッキーでしたね。ラッキーでしたか。あれは中井選手はあれネット切って上がってきて攻撃したかったと思うんですけど、少しギリギリ狙いすぎましたよね。1点差になろうかというところが逆に3点差に開きました。連続失点を切った斉藤しおり、そのラッキーなポイントに乗じていきたいところですが、ネットイン、中井ここで気持ちで押し込むネットイン、そんなショットでした。やはり攻撃がランニングでというのは中井選手なんですよね。ああ、そうなんですか。やはり苦しいは苦しいですよね、最初自身は、はい、こういったところで精度の高いショットを打ってくる中井由紀乃、6年目のチーム最年長24歳。今年はオーストラリアオープン、インターナショナルチャレンジでも優勝、国際大会でも実績を積み始めている中井ですが、大きく吠えた斉藤です。オンラインで決めてきました。15対12。さあ、ともにここは一進一退、連続ポイントが先にどちらが灯すか。
うん、ここはロングサービスを選択してきました。ストレートカット、ドライブの展開から中井が詰めてくる。斉藤はドロップショット、ジャッジしてアウトです。また中井がポイントを取ります。第1ゲームは斉藤、第2ゲームは中井。アクト最強はこのシングルスを取り返して勝敗の行方を第2ダブルスへと持ち越すことができるか。ストレート、フェイントをかけて前、ただ読んでいた斉藤、苦しいラウンド側、ストレート突っ込んでアウトです。ラッキーという声が響き渡りました。うーん、斉藤も苦しい体勢から攻めていきましたが、そうですね、やっぱりフィールドでフィジカル面が出ますよね。あ、今のはフィジカルの面でしたか。そうですね、スピードが徐々に遅くなってきているので、ここだっていう時にスピードが上がらなくなっているんですよね。今のもその前のスマッシュですか、最後のプッシュですか。最後のプッシュですね。スマッシュ打って多分ラインに行けたので、相手が苦しい体勢というのが見えたので前に走り込んできたんですけど、その走り込みがやはり遅れてしまうんですよね。そういった最後の爪の部分でミスが出てしまった斉藤。さあこういったところでトレーニングの成果を出したいですね。そうですね、まあ、本当にトレーニング頑張ってきたところを、メンタル面で出してほしいですよね。あ、精神的に鍛えてきたその強さがですね、ここで生きるかどうか。一方の中井は1点差まで来ています。これも飛びついた、クロスへ揺さぶる斉藤詩織、高い位置でのフェイン、ヘアピン、ハイバック、フェイントをかけてオンライン入っています。お見事です。これが斉藤詩織の持ち味、得意のためを作ってのロブショット。いや、ギリギリでしたね。いや、ただここで斉藤本来の持ち味が出ました。今のはしっかりと足を運べていたんでしょうか。そうですね、足を運べなかったからプッシュに行けなかったって形なんですけど、その中でもしっかりコントロールしましたね。まあ、苦しい中接戦で第1、第2ゲームも試合が展開されました。両者ともに久々の大会、アウトになります。ここはもう最後気持ちと気持ちのぶつかり合いということにもなってきたでしょうか。17対14、さあ徐々に斉藤が抜け始めています。ショートサービス、中井は我慢の時間帯です。あとガットが切れたような音がしましたがアウトになります。いや、こういったところでちょっとガットが切れてコントロールできませんでした。18対14、今日は運も味方につけているか斉藤詩織。去年まで日本代表、返り咲きを狙う今シーズン。プレッシャーをかけて気持ちで勝ったでしょうか。逆に中井はここで下を向かないでほしい。そうですね、今も本当はネット切って攻撃したいっていうプランはあるんですけどね。ここはセーフティーに打っていきました。斉藤の強打、耐える中井、チャンスになる、ストレート、ここできた、ライン際に叩き込んでいきました。苦しかった今日の試合、第3ゲーム追いすがる中井を振り切ってマッチポイントを灯しました。今シーズン日本代表復帰を誓うアクト最強のキャプテン斉藤詩織、マッチポイント。奥へ中井を揺さぶる、
これも反応してのヘアピンですが、あっと地団打を踏みました。中井が一つ踏ん張りを見せました。20対15、依然としてマッチポイントは斉藤詩織。去年は代表落ち、悔しさを味わった2019年、キャプテンとしてこれも拾う、再起を誓う今シーズン。奥へ高い位置で取るヘアピン、大きく吠えました。斉藤詩織、キャプテンとして意地を見せました。ファイナルゲームにもつれ込んだシングルス、最終間の中井由紀乃を退けて斉藤詩織、見事勝利をつかみ取りました。いや、小宮山さん、最後はキャプテンの意地のようなものを感じましたが。そうですね、はい、まあ、苦しい展開だったんですけどね、内容的には、まあ、ただその中で追いつかれそうになったところでもう一回助けられた面もあったんですけど、はい、もう一回特にライン際のスマッシュですね、しっかりこう打てたっていうのは本当に収穫があった試合かなと思いますね。小宮山さんがそのスマッシュの精度、ショットのより際どいところというふうな話されていましたけれども、大事なところで出て本人も乗っていきましたか。そうですね、まあ、そういったところが打てるだけで、気持ちは楽になるので、それがずっと打ち分けになると、どうしても次、次って言ってラリーが続くイメージしかないので、はい、まあ、その中ではしっかり打てたということが、まあ、勝ちにつながったのかなと思いますね。一方の中井でしたけれども、今日の試合、中井の動きというのはどうでしたか。いや、もう本当に動きもいいですし、はい、ただ追いかけてる時っていうのは、点数を追いかけてる時っていうのが集中力ぐっと上がるんですけど、やっぱ自分が先手取れなかったっていうところが今回の敗因かなと。追いかけ続けるのも続けて逆転はしたんですけど、そうすると精神的にやっぱどんどん苦しくなるんですよね、ずっと追いかけるっていうのは。まあ、その中ではすごくこう我慢強くはやった方だとは思うんですけど、ただやはり去年からの中井の成長というのはかなり今日の試合でもこう随所に見られたと思いますけれどもね。そうですね、本当に以前と比べてこう、ま、以前はあっさり行かれる場面も結構あったと思うんですけど、はい、その中ではもう最後まで食らいついてた形で、やっぱりそういうところが成長につながりますよね。第一ダブルスは再春館誓約書の志田山口が悪と最強の重田スイズをストレートで下しました。そして先ほどのシングルスでは悪と最強のキャプテン斉藤詩織が再春館誓約書の中井由紀乃をファイナルゲームで下してシングルス一つ取り返しています。これから第2ダブルスが始まります。昨日は第1ダブルスシングルスと最終間が先に2つを取ってもうすでに勝利を決めていました。さあ、小宮山さん、第2ダブルスは、まあ、1対1で迎えたということで、まあ、プレマッチという公式戦ではない形ですけれども、まあ、両者、まあ、そういった勝敗を意識するシチュエーションで回ってきましたね。そうですね、特にこう小野福本ペアもそうですし、はい、斉藤川島ペアもそうですけど、若い中で1対1を経験するっていうのはすごく重要で、はい、やっぱり本当に自分のプレーができない状況ってよくあるんですよね。あ、そうですか。その中ではこういい経験かなと、まあ、2対0で回ってくるより、はい、こう1対1でチームの威信をかけてじゃないですけど、まあ、そういったところで試合ができるっていうのはもう本当に成長できるチャンスだと思うので、はい、まあ、そういったところでは斉藤、シングルの斉藤をよく頑張って、はい、一時に持っていってくれたなって、ね。まあ、昨日は本当に最終間がすぐに勝利を決めてしまいましたけれども、斉藤詩織キャプテンの意地の思いでこの第2ダブルスへと望みをつないだ悪と最強です。さあ、第2ダブルスですが今公式練習が始まっています。
画面左ピンクのユニフォーム奥でスマッシュを打っているのが最瞬間のキャプテン小野直央5年目の23歳、そして画面手前が背番号1福本シエナ2年目の20歳です。小宮山さん、この小野福本はどんな印象がありますか？そうですね、本当に一つ一つのラリーでもう動きのテンポはいいですし、はい、左にいいというところでフォア側フォア側というところからの攻めもいいし、ディフェンスも本当に最後まで重心を落として守り切ろうとする意思もあるというので、はい、本当になんかこう、まあ、ジラマツというのがイメージ強いですけど、はい、セカンドアブリスもしっかりこう形になってきているので、ちょっと厄介なペアですよね。その形になってきているというふうな話をされましたけれども、昨日の試合というのはどのようにご覧になっていましたか？そうですね、本当に第一ゲームも離された状態から、やはり一歩も引かずに諦めずにこう点数を引いていって、はい、ギリギリで負けて、第二ゲームもだいぶ離されたと思うんですけど、そこからこう巻き返して試合を作っていくというところは、はい、やっぱり強いチームだからこそできることで、そういうところはアクションを見習わなきゃいけないし、こうこのフィールドペアがこれからまたもっと出てくるんじゃないかなって思わせるような試合でしたね。まあ、伝統的にルネサス時代、それからまあ最新刊時代からこの熊本の実業団というのは非常に強いダブルスがこれまで誕生してきていますからね。そうですね、はい、本当精神的にも強いですよね。末綱、前田、藤井、柿岩、それからまあ移籍はしましたが福島、広田、それから志田、松山というふうな熊本に受け継がれるダブルスの歴史というものもあります。昨日は悪と最強の中村、今井ペアにゲームカウント2対1で敗れてしまった小野福本、今日はこういった展開、本人たちにとっても勝利が欲しいという試合になります。対して画面右、悪と最強、奥が斉藤夏、先ほどの斉藤しおりキャプテンの妹でもあります、2年目の20歳、そして画面手前背番号10が川島美奈、4年目の22歳です。この2人の印象としてはどうでしょうか？そうですね、まあ、トップ&バックがしっかり確立されてて、はい、まあ、斉藤夏がこうゲームをメイクするという形でゲームメイクをして川島の強打につなげるという形の、まあ、本当にバランスのいいペアなんですけど、はい、最近ディフェンス力も少しずつ上がってきたので、また上の選手とも戦えるようになってきたというところを、まあ、今回見せてほしいですよね。去年は結成1年目で全日本社会人2位という素晴らしい成績を残しました。悪と最強期待の若手ペア、川島が後ろでスマッシュを打って、そして斉藤夏が前衛で作るという、そういった強みの形を今日この第2ダブルスでどれだけ発揮できるかというのが勝利のポイントにもなってきそうです。それからチーム目標でもあるオリンピックを育てる、オリンピック選手を輩出するという意味では、この川島、斉藤夏というのが一番こう近い存在で近い位置にいるのかなというふうな印象もありますけれども、どうでしょうか？まあ、そうですね、まあ、若さというところでもそうですし、はい、まあ、現状斉藤夏が、まあ、ミックスダブルスですけど、日本代表に入っているということで、はい、やはり、まあ、近い存在ではあると思うんですけど、やはりまだ4ペアとして抜けてきていないので、まあ、こういったところできっちり成果を出して、もう本当に次のエースは私たちだって思わせるぐらいの試合をしてほしいですね。はい、さあ1対1で迎えたこの第2ダブルス、どちらが2日目勝利を収めるんでしょうか。斉藤夏のサーブで始まります。画面奥、ジャッジしたのが最新刊の小野です。小野福本、5年目の小野が2年目の福本を引っ張るというペアです。小野のサーブ、プッシュで押し込んで、これがアウトになりました。1対1、ともに点を取り合う第1ゲーム、ロングサービス。さあ、小宮山さん、この両ペアの対戦、まあ、ともにトップ&バック、まあ前衛後衛がはっきり役割が分かれているペアだと思いますけれども、どういったところがポイントになってきそうですか？そうですね、本当に
プレーの強弱というところがお互いにあまりまだないというか、はい、もう本当に強いプレー、強いプレーというところで試合を進めてきているので、はい、その中でどっちが安定感、要するに本当に相手に上げてしまう点数を、少なくできるかというところが勝ち負けが変わるのかなと思って、お互いに決めれるところは決めたりしてくるので、はい、その中でこう安定感ですよね。あ、ここはしっかりと後ろへとコントロールしました。福本のレシーブでした。ともにまだまだ若いペア同士の対戦ですから、まあ、この先を考えてもそういったところの安定感というのがそのトップへ行くためには必要になってきますかね。そうですね、まあ、第一ダブルスでこう次第アナリストやと茂田鈴木とかやりましたけど、はい、茂田鈴木というのはやっぱり多少短いところですぐミスが出てしまったりするんですけど、はい、次第山内ペアとかって安定するところもしっかり持っているので、まあ、そういうところに言うと差が出てきてしまうんですよね、はい、まあ、お互いこの4人もそうですけどいい球はみんな必ず1つ2つは持っているので、はい、その中で何でもない球を何でもなく相手のボトスに入れるってことが結構試合では重要なところなので、はい、そういったところでは安定感っていうのがこれから絶対的に必要になってくると思いますね、はい。なかなか練習の中では分かっていてもその緊張感を持ってできないという中で、このプレマッチという形でそれぞれの課題に向き合う実践の場でもあります。4対3、悪と最強ペアがリードして第1ゲームは立ち上がっています。斉藤夏のショートサービス、川島が前に詰めてきました。あ、今インプレーですね。あの相手の状況を見て判断して前に出てくるとか、まあ、こういったところで後衛の選手がこういったプレーができると助かるんですよね、はい、あ、そうですか。今サービスを打つ斉藤夏が本来は前衛です。ミックスダブルスもやっているという斉藤夏、ここは後ろからスマッシュを打っていきます。あ、ここはいいところに落としていきました。連続ポイント。今は斉藤夏が後衛、そして川島が前衛、本来の形ではなくポイントを取っていきますね。そうですね、あの、まあ、後ろから、まあ、前衛の選手だからといって後ろから打たないではなく、はい、しっかりと配球して相手を崩すというところまで持っていってほしいんですよね。あ、そうなんですね。あ、ただ逆に福本もクロスへといいショットを打っていきました。小野福本も本来であれば福本が前衛に行って小野が後ろから強打を打つというのがスタイルではありますが、得意な形ではない中でポイントにしていきます。さあ本来の形、川島のスマッシュ、そして斉藤夏が詰めていきます。斉藤夏が前衛で捕まえて離しませんでした。増田監督も、まあ、テンポが速くてリズムがいい、そういった連続攻撃がこの悪と最強2人のいいところだという話をしていました。ペア結成2年目という川島斉藤夏、埼玉県のジュニア、それから中学高校社会人と一緒にプレーをしてきたこの2人です。川島が2学年上、ただあまり先輩後輩という仲ではないというふうにその2人の関係性について話してくれました。川島のレシーブ、ちょっとこれは大きくなりました。富山さんはこの川島、斉藤夏のこの2人の関係性というのはどう見てますか？そうですね、もう本当に生まれた頃から、もう斉藤夏が生まれた頃からずっと一緒って聞いてるので、まあ、本当にまあ仲もいいんですけど、こうなんていうんですかね、バドミントンの会話っていうところが、はい、もう少しこれから出てくるともっと変わっていくかな、どっちかというとやはり、まあ、先輩川島なんですけど、川島の方がこう引き手に回るというか、まあ、そういうところがやっぱりダブルスというのは一方通行ではダメだと思うので、こう川島が本当に斉藤に対して私はこういうプレーしていきたいとか、こういうことを例えばされると私ちょっと負担くるからこういうことしてほしいなとかっていう、なんかこのバドミントンの2人のダブルスについての会話っていうのがもっと増えてきてほしいかなって思いますね。22歳4年目の川島と20歳2年目の斉藤夏です。ここは斉藤夏が下がって強打を打っていきます。
斉藤夏は夢はパリオリンピック出場と話す、まだ若い20歳です。早稲田大学の緑川とのミックスダブルスでもそのパリを目指していると話します。ここは前衛、またガッツポーズを作りました。9対7、アプト最強ペアリードできています。ここまでの流れというのはどうご覧になりますか？そうですね、お互いに決めれるところを決めて、はい、意外と簡単なミスをお互いに与えてっていうところであると思うので、はい、まだ本当に4人とも整ってないかなと思いますね。あ、そうですか。小野福本に関しては昨日のプレマッチで一度このコートは経験しています。斉藤夏のクロスのスマッシュ、福本は対応できませんでした。先に2桁10点目に乗せてきた秋と最強ペアです。本当に福本選手にとっても同世代の引退チャンピオンが斉藤なので、はい、そういったところでは本当に自分が今この高校生から社会人になってどれだけ通用するかとか、はい、どれだけこう逆にこう勝てるチャンスが来るのかとか、そういうところをこう探す意味でもこうすごく2試合期待したいですよね、はい。今その福本が前衛でいい動きを見せていました。画面奥、後衛で構えているのが福本シエナ20歳。実はこの福本と斉藤夏ですが一緒にペアを組んで世界ジュニアベスト8という結果も残したこの2人です。そういった意味でも当然お互いの意識もあるわけですからね。そうですね、やはり強い選手っていうのもあれですけど、はい、同世代の一番っていうのはやっぱりそこを超えたいと思うのはやっぱりどの世代でもあることなので、ええ、本当に今回試合やれてこう何ですかね、久保選手は勝ってやろうの意識は絶対強いと思うので、はい、そこを、斉藤夏が逆に抑えつけるぐらいの気持ちで、いかないと、最終回っていうチーム その強みってところをこうアクトも超えていけないと思うので、はい、今回頑張ってお互いに頑張って、こう結果残してほしいですね。はい、斉藤夏は埼玉栄中学校から埼玉栄高校、インターハイのダブルスチャンピオンでもあります。そういった斉藤夏とペアを組んで世界ジュニアに出場したという福本シエナ、2年目の20歳。福本は大阪府の出身、双葉未来学園中高を経てこの最終関へ入社。4年後のパリオリンピックへ向けて楽しみな存在というのが最終関にもアクト最強にもいます。11対8、アクト最強ペアが3ポイントリードでインターバルが明けました。斉藤夏、角度のあるショットを打って、そしてスマッシュ、2人の間に打っていきました。今の斉藤夏の後衛の組み立ていかがでしたか？そうですね、ラウンドのクロスカットですかね、はい、リバースカットなんですけど、あれがやはり入るときと入れないときがあるので、ええ、今は先ほど1回小野選手にノータッチで点数取ってましたけど、はい、これがやっぱり体がちょっと遅れてでもその球を使いたいとなるとミスにつながってくるので、今はそれがいい方に転がってくれてるなっていうところですね、ええ、今度は逆に福本がスマッシュを決めています。福本と斉藤夏、同い年、そして世界ジュニアでペアを組んだというこの2人のサービスレシーブということになります。ともに前衛に入ってくるこの2人の駆け引きも今日の試合注目です。ただここは川島が沈めていきます。今最強のいい反応のプッシュでしたね。あ、その2本目のプッシュが良かったんですか？そうですね、最強のプッシュがやっぱり深くこう懐に入ってきたので、はい、やっぱり返しきれない中で川島がそのまま詰めてという形なので、やはり斉藤が起動となってゲームを作って川島がそこにこう合わせてくるという形が取れていけば、はい、川島斉藤にがだんだん有利になってくると思うんですけどね、今度は斉藤夏のサービスです。受けるのは同い年の福本。小野がクリアします。サイドバイサイド横に並んだ最終間のペア、
あ、ここは畳みかけていきました。後ろ川島、前斉藤、得意の形、連続ポイントで14対9。じわじわと中盤、悪と最強ペアが走り始めています。1本返しました。最終間の2人には今どんなことが必要でしょうか。そうですね、本当に斉藤なしにゲームを作られないことですよね。ネット前で主導権握られないことと、あとは本当に左右をうまく利用してクロスボールを打って、そのストレートをフォアサイド、まあ、右利きだったら左利き、左利きだったら右利きという形で、はい、こうラリーを作ることですよね。あ、ここは押し込んでいきました。さあ、ネット前制しました福本。やはり左右というのはメリットということにもなりますか。そうですね、本当に逆の形、左右でお互いサイドがバックハンドになっている時っていうのは、ちょっと我慢強く、逆にフォアハンド、フォアハンドになっている時は本当に振り回すぐらい振れるので、はい、まあ、ちょっと強みはありますよね。さあ、ここはフォアハンド、小野がバックに下がっていますが、一旦横に並んで守備の形です。斉藤夏のスマッシュ、こらえる最終間のペア、このクロスのカットがネットにかかりました。これですね、今体が入んない状態で、やっぱりそこでちょっと逃げたいという気持ちがあるので、こういったところが入る入らないでだいぶ展開変わるので、ああいうミスはやっぱ減らさなきゃダメですよね。強みでもあり弱みでもある。そうですね、14対12、最終間ペアが2点差まで詰め寄っています。小野のロングサービス、どうでしょう、斉藤を後ろで打たせたい、そんな意図もありますか。そうですね、斉藤自身スマッシュがそこまで速い方ではないので、後ろでじっくりで川島に仕事をさせないって形を、こういう形ですよね。リターンエースのような形になりました。ガッツポーズを作った小野です。昨日の福本は悪と最強の中村今井ペアにゲームカウント2対1で敗れました。最終巻としては勝利を収めましたが、ただ個人として昨日今日と連敗は避けたい、この第2ダブルス。さあ、川島のスマッシュ、逆にいいリターンがあって切り返していく、よく反応した斉藤夏。あ、川島が前に来た、飛びつく斉藤、ドロップショット、一旦クリアします。福本の後衛、あ、共に前衛に行きたい2人のクリアの応酬です。そして川島、2人の間を狙った、ラケットがぶつかる音もしましたが、我慢しきった最終間。今ラリーの中で一つ川島が前に行きました。そうですね、少し無理やりだったんですけど、まあ、ああやって少しこうロングラリーを、はい、まあ、ロングラリーが嫌いなタイプなので、ロングラリーをしないようにっていう意味では良かったのかなとは思うんですけど、まあ、やっぱりロングラリーはロングラリーでしなければいけないところがたくさんあるので、川島が少しもう少し我慢かなと思いますね。あ、スピードを上げてきたんですけれども、その、まあ、状況判断というところになりますか。そうですね、今度は斉藤夏のクロス、逆に揺さぶった最終間の2人、レシーブしていく福本。さあ、前に来た、このバックハンドのレシーブ、このクロスにも対応しています福本。前に来た川島、福本のスマッシュですがネットにかかります。どうでしょう、この福本がしっかりとこう守備に入って悪と最強ペアを回しているようなシーンというのも随所に見られるような気もするんですが。そうですね、2人で策持ってじゃないですけど、斉藤夏を後ろにしてますよね。あ、そうですか。で、左右って動かしながらプレーしているので、はい、今はラリー的には最終間ペアのラリーかなと思いますね。あ、そうですね、ペアを作って1年ちょっと、今2年目に入っているという小野福本。小野が前衛で捕まえて、このフォアフォアですね。そうですね、そしてフォアで捕まえる小野、ただいいリターンがあった悪と最強、福本の後衛です。読んでいた斉藤夏がすっと前に入る、クロススマッシュ、ドロップショット、
さあどこで福本が前に出られるか。逆に押し込んでいく川島斉藤。小野が待っている。フォアで捕まえた福本。ストレートライン際どうか。アウトです。ただ画面の奥で橋本コーチがうなずくようなシーンもありました。16対14、アクト最強ペアが2点リードです。最瞬間のペアは3つ上の小野が福本を引っ張ります。まあ、結成当初は自分が福本に要求するのも大事だが、まあ、福本発信でいろいろと言いやすい環境を作ることを小野は意識してやってきたそうです。福本も最初はあまり発言できなかったそうですが、自分からも少しずつ要求し始めてこの2人のペアというのを作ってきています。まあ、小宮山さん、小野は、まあ、これまでペアを何度も組み替えて本人もなかなか固まらない悔しい思いもあったと思いますけれどもね。そうですね、まあ、ただこうペアを変えるっていうのは、はい、逆に言ったら自分の個人スキルが上がるチャンスでもあるというか。なるほど。やはり1つのペアで組んでると、もう役割分担がしっかりしてしまうので、自分のそのバドミントン、例えば前衛の選手なら前衛の選手のままでいってしまうんですよね。逆に前衛の選手と前衛の選手が組んだ場合、後ろもやらなきゃいけないってなったら後ろも覚えますし、そういったところでは小野選手もいろんなこう成長ができたのかなと思いますよね。このサービスが入ったというジャッジで16対16。やはりペアを組み替えることによってまたいろんな発見があったり、自分の成長へとつながるということになってくるんですか。そうですね。さあ追いついた最瞬間ペア、福本のスマッシュ。154センチ、小柄ですが縦横無尽にコートを走り回ります。小野下がって福本、このフォアフォア、川島の強打、2本目3本目こらえた最瞬間、ちょっと小野が膝から崩れ落ちました。ポイントはアクト最強。こういったところは少しもったいないですよね。本当に志田、松山ペア昨日もそうですし、はい、そういったプレーがないんですよね。チャンスボールを見逃さないというか、まあ、そういったところがやっぱり今志田松山ペアと最終間ペアだったりアクトのペアとの差なのかなと思うんですよね。もう本当に紙一重のわずかなところにはなってくるんですけれどもね。ここは強烈なスマッシュ、福本。昨日からこの福本が決めた後ガッツポーズをして吠えるシーンというのが多く見られます。気迫十分の2年目。17対17、21点選手で行われます。ダブルスでは非常に大事になってくるサービス回り。ここは角度をつけていきました。ガッツポーズが出たのは川島です。18対17。川島のサービス、ショートサーブ、クロスカット。さあ福本が前に出た。これは捕まえられそうで捕まえられなかった。奥へのドライブ、今のはどうでしょう。そうですね、斉藤よくハーフを上からしっかりコース狙って持ってきましたよね。今は斉藤選手自分のプランですよね。落としてハーフ球上げさせてドライブをクロス展開持っていくっていう、まあ、本当にいいプレーでしたね。さあ2点差がつきました。ここはただ何とかしのいだ最瞬間。19対18。第1ダブルスは最瞬間、シングルスはアクト最強。1対1で迎えた第2ダブルス。大事な第1ゲーム、
終盤へと入っています。19対18、追いつくのか、それともアクト最強ペアがゲームポイントを取るのか。ロングサービス、攻撃の形はアクト最強。スマッシュ2人の間、斉藤夏、福本、同い年の打ち合い。そして今度は川島です。捕まえた斉藤、川島ライン際アウトです。わずかにアウト。さあ追いついた最新館ペア、19対19。よく最新館ペアしのいでいますか。そうですね、あの今も、まあ、本当に今ちょっとしたインアウトの問題だと思うんですけど、しっかり我慢強くプレーしてますよね。ゲームの終盤で追いついた最終間、またロングサービス、クロス、逆に揺さぶった、よく拾った、これも上げる、打ち込む川島、斉藤、斉藤のクロスカット。いや、この諸刃の剣のようなクロスカット、そうですね、決まりました。なんとかあの押し込みましたよね。あの、まあ、本当に小野選手も今内側スマッシュちょっと待ってたところもあって外されてしまったんですけど、本来だったら今あれが小野選手が取ってたら斉藤選手走らされてしまうので、本当だったらストレートをちょっと打ってほしかったんですけどね。それでもなんとかポイントにしてゲームポイントです。ショートサービス、突っ込んだ福本、よく反応した川島。福本、さあ斉藤夏が前に出た、形を作ったアクト最強。2本目、前に来た、スマッシュ得意の川島、そして斉藤夏、しっかり沈めてガッツポーズを作りました。第1ゲームは21対19、接戦をアクト最強ペアが取って、これから第2ゲームへと入っていきます。まずアクト最強ペアですけれども、最後は攻め切ったような形になりました。勝因というのはどのようにご覧になりました。そうですね、はい、まあ、本当にラリー展開としては最終盤ペアに持ってかれているところが、まあ、多数あったんですけど、その中では川島がよく後ろから我慢強く攻撃はしているかな。その中で斉藤夏も展開的には苦しいラリーでも後ろで我慢強く、広角に打ち分けながらプレーできているかなと、はい、あれがやっぱりミスにつながってしまうと、こうやっぱり最近ペアに持っていかれてしまうところがあるので、まあ、そういった中ではうまくいってない割にはうまくごまかしながらプレーできているかなと思いますね。ごまかしながら、ゲームの序盤にポイントに挙げていただいたその、まあ、試合の中での安定感という意味では川島斉藤ペアはどうでしたか。そうですね、斉藤福本っていうところ、福本選手の方が、2人がミスが少なくまだできているのかな、はい、逆に小野選手と川島選手、川島の方がこう多少ミスが出てしまうので、まあ、そこでもう1人 どっちが先にミスが減ってくるかなというところですよね。ということは、まあ、ペアをリードする形でもあるその先輩である川島、小野、この2人の、まあ、プレーの精度というのがこの第2ゲーム以降はポイントになってくるということになりますか。そうですね、やはり今1-1で回ってきて、こう接戦になると緊張も必ずあるので、はい、その中でやっぱり後ろが我慢強くできないことには、まあ、なかなか試合進まないので、こう、まあ、斉藤福本っていうところがしっかり今形を作ってるので、まあ、その中であとはどっちがついてくるかって感じですね、はい、さあこれから第2ゲームへと入っていきます。 SJ リーグ2020プレマッチ in 熊本、2日目を迎えた最終間制約所対アクト最強、この第2ダブルス、そして団体戦の勝利に王手をかけたアクト最強川島斉藤のサービスで始まります。エンド変わって画面奥がアクト最強の川島斉藤ペア、
ちょっと見合う形になりました。2人の間を狙った小野のレシーブ、対して最終間小野福本。第2ゲーム、もうゲームを落とすことができません。小野のサービス、斉藤、川島の前衛、少し悔しさをあらわにしました。小野がサービスを打ちます。最終間のキャプテンでもある小野、まあ、7月17日には豪雨の被災地へ社員と一緒にボランティアに行ったという最終間誓約書のバドミントンチーム。被災地を訪れて小野は正直言葉が出なかったそうです。なんと声をかければいいのかわからなかったそうですが、ただ自分たちも試合や目標がない中、我慢していれば今回のプレマッチみたいにいいことは起こると、絶対にそういった日が来ることを信じて頑張りましょう、そういったメッセージを被災地には送っていました。小宮山さん、悪と最強もその山口県をバドミントン王国にということで、まあ、地域に根ざした活動もされていますけれども、やはりそういったファン、サポーターの応援というのがチームを支えていますか？そうですね、本当に自分たちだけでやってるんではなくて、やっぱり町全体じゃないですけど、まあ、応援してくれる人がいるから頑張れるっていうところもたくさんあるので、はい、まあ、その中では本当に、まあ、倉松っていう町も、山口県の倉松って町もバドミントン王国に行ってスローガンを本当に市が上げてくれてるぐらいなので、本当にありがたいことですよね。アクト最強は NPO 法人、まあ、最大のスポンサーは最強銀行なんですが、まあ、その中でもまた1万5000人近いファンクラブをはじめとしていろんな方に応援してもらっているというふうに増田監督は話してくれました。アクト最強の歴史で見ても2015年に当時の日本リーグで一部昇格、まあ、そういった昇格を機に体育館も自分たちで建てることができて、どんどん環境を良くしてもらったと増田監督は話しています。そして今シーズンから練習体制も変わって、小宮山さん、そういった面でのサポートというのはこう年々良くなっている、サポートしてもらっているというふうに監督は話していました。そうですね、本当に練習時間もそうですし、いろんなことで大きくなってますよね。だその逆にそれを試合で本当は恩返ししなければいけないんですけど、その試合がやっぱりなかなかないので、はい、まあ、そういった中では今回2日にわたって最新館さんとやらせてもらえることで、こう非常に勝つってことが、まあ、大事なことで、こう会社の人たちだったり応援してくれる人に恩返しという意味でも、はい、こう勝ちをこう持って帰りたいですけどね。昨日は2対1で最終間が制しています。この2日目は1対1で迎えたこの第2ダブルス、アクト最強、川島、斉藤、この若い2人が最後の第2ダブルスウィニングポイントを取ることができるんでしょうか。福本のスマッシュ、斉藤夏がここは前衛に突っ込んできました。これは得意なプレーですね。相手がちょっとこうスマッシュのスピードを落としてハーフスマッシュ打ったところから飛び出してクロスに展開持ってくるってカウンター球ですよね。ああいったところは読みになってくるんですか？そうですね、読みと相手の入りの状況判断ですね。いいプレーでしたね。アクト最強期待のこの若手ペア、4年後のパリに最も近い位置にいるという川島、斉藤、クロススマッシュ、ここはフェイントをかけてプッシュ、斉藤のクロス、このカットがネットにかかります。まあ、小宮山さんはかつて日本ユニシスで高橋、松友、オリンピックの金メダルペアを指導されてきましたけれども、この川島、斉藤について、まあ、比較してみると、これからの将来性という意味ではどうでしょうか？
そうですね、本当に目標を高く持てるかっていうところですよね、高嶋敦智が本当に中国に全く勝てない頃に、それでも言い続けてたのが世界一になる世界一になるというところの目標だったんで、あ、そうなんですか。やっぱり目標が高ければ高いだけ、やっぱり練習も頑張れるし、はい、ただ今こう試合がない中で何をって言ったら、こうバドミントンを上手くなる強くなるというそこにモチベーションを置くしかないんですよね、まあ、その中でやっぱり川島斉藤なんかもう一つ上の意識を持っていかないと、また高橋松友だったり、はい、上にいる永原、松本、福島、廣田というそういったペアに、こう全然及ばなくなってしまうので、もう早い段階で捉えるとかそういった位置に来てほしいですよね、プレーの面で言いますと、まあ、高橋が後衛、そして松友が前衛というスタイルがオリンピック、世界でも通用しましたけれども、そのあたり含めてその技術的な面での斉藤夏の前衛、それから川島の後衛というのはいかがでしょうか。そうですね、本当にスマッシュ1つのスピードで考えたら川島、高橋というのは変わらないんですけど、やっぱりその排気力ですね、ミスをせずに相手を揺さぶるというところで、もう本当に差が出てしまうので、はい、そういったところで川島ももう少し運動量を確保して、はい、でその中でこうミスをしない相手にこうチャンスを与えない配球をこうどれだけできるかというところがこれから大事になってくるかなと思いますね、まあ、斉藤夏に関しては松友選手より強打は持ってるんですけど、こういった後ろからのスマッシュですね、もっと相手の空間オープンスペースを見分けながらストロークするってところが、まあ、差があるので、まあ、そういったところを少しこれからバドミントンの考え方ですよね、はい、打てるから打てばいいんじゃなくて、打てるけど相手の嫌なことって何っていうところを、はい、これから前衛としての役割でやっていってもらいたいですよね。自分の打ちたい球ではなく相手を見てのショットということになるんですね。そうですね、まあ斉藤夏は高校時代は主に後衛を任されていたということで、本人にとってもまだまだ可能性を秘めている前衛でのプレーということになりますかね。そうですね、まだ本当に、まあ、第一アブスの茂田、スイーズペアもそうですし川島斉藤ペアもそうですけど、はい、まだできないところが多すぎて、やっぱり試合はやってはいますけど、これから本当にできないところをまずなくさないと、やっぱり本当にトップ選手には及ばないと思うので、本当に一つ一つ、まあ、二人で組んで練習する以上にまずは個人スキルを上げることをやっぱりもっとやっていきたいですよね、まあ、そういった意識の中で悪と最強はこの新型コロナウイルスでの長い期間厳しいトレーニングに励んできました。川島のスマッシュ、2本目、3本目、そして斉藤夏に入れ替わります。2人の間を狙ったスマッシュ、あとラケットが飛んだ福本ですが拾い直してのレシーブ、これも拾います。さあ福本が前に出た、バックハンド、長いラリーになります。攻める悪と最強、守る最瞬間、ここで小野のスマッシュ、福本フォアとフォアを生かします。長いラリーになりました。こういったところでどちらが精度高くいけるかネットにかかりました。我慢した最瞬間、7対7追いつきました。今ラケットが飛んでいくハプニングもありましたけれども、それでもしっかりとラリーを取った最瞬間ですね。そうですね、本当に1点目が大事ってことが分かっているので、そこですぐにもうフォローですよね、まあ、いいですね。第1ゲームの序盤とは打って変わってラリーが多く続いている第2ゲームの序盤ですけれども、ここまでは小宮山さんどう見てますか。そうですね、第1ゲームはお互いまだ知らない中で攻撃されてたんで、はい、まあ、簡単なミスだったりやられてしまうっていうところがたくさんあったんですけど、まあ、お互い今ディフェンスがそこそこ取るようになってきてるので、やっぱりどうしても決まらない中でこうやるにはやっぱりラリーになってしまいますよね。本当はもう少し本当に攻めるなら攻めきる、はい、
っていうところをお互い作れないと、結局長いラリーだけでお互い攻めきれなくて嫌になってミスした方が負けっていう試合になってしまうので、まあ、そういったところでは攻めるならもっとしっかり攻めきろうよっていうところをどんどん増やしてほしいですよね。このスマッシュがアウトになります。こういったところも正確性ということになりますか。そうですね、守られるのが嫌なんでコース狙おう、コース狙おうが逆に小野福本としてはここはしっかり相手を回していこうといったそんな意図も感じられますか。そうですね、まあ、本当に打つ量がさっきより減ってディフェンスに結構重きを置いているような感じするんですよね、はい、そうすると体のバランス的には打ってる方より守ってる方がいいので、展開的にはやっぱり体力が削られるのは打ってる方で体のバランスがいいのを守ってる方というと、はい、勝ち負けがディフェンス側に行ってしまうんですよね、まあ、一見すると攻撃している方に分がありそうですけれどもそれだけリスクを背負っていることにもなりますしそうです、ね、体力は削られるということになるんですね。やはり試合の中では、スタートお互いバランスがいい状態で守ってから守り結構強いんですよね、最初に打たせてから打たせて2人の、まあ、呼吸を上げるだったり体のバランスを崩した状態でそこから打ち始めると相手はディフェンスをしきれないということが多くなるので、はい、ここは強烈なスマッシュが決まっています。まあ、小野福本に関して言うと昨日は、まあ、ファイナルゲームまで3つゲームを戦いましたが、まあ、いずれもゲーム序盤に大量点を許すといった展開になりました。この小野福本がさらに上に行くためにはそういったゲームメイクというのも一つポイントになるかと思いますけれども。そうですね、なんか連続ポイントも取られるし連続ポイントも取れるしっていうところで、はい、そこのやっぱり点数の動きが乱効果が減れば減るほどまたレベルが上がっていくと思うんですよね、はい、やっぱり3点、4点、5点と与えるようだとまだやっぱりレベルがそこまで追いついてこないというか、はい、そこを 1点取られて2点、悪くて3点目には止めておかないと。昨日は立ち上がりに、まあ、6連続ポイントを許すようなシーンもありましたけれども、この第2ゲームはいい形で先に10点2桁に乗せてきています。さあ福本が徐々に前に詰めてきました。これも捕まえる斉藤夏と福本、同い年の打ち合い。そして川島、さあ福本が前に出る、少しミートしなかったが福本のスマッシュ、小野の前衛、奥深いところはアウトです。サイドラインを割りました。接戦できている第2ゲーム10対10、次のラリーで1分間のインターバルに入ります。第1ゲームは画面奥、アクト最強ペアが取って迎えた第2ゲーム、小野が捕まえる福本、ここはサイドラインいっぱい厳しいコースにスマッシュを打っていきました。11対10、最終間小野福本ペアが1点リードでインターバルに入っていきます。小野福本に関しては攻撃的なペアの印象があったんですけれども、今日は守りからいい形も作っていますね、小宮山さん。そうですね、本当に今川島斉藤ペアが、川島後ろ斉藤が前って形の時はやられる場面はあるんですけど、はい、斉藤後ろ川島前っていう場面でしっかり外しながら打ってこう守り切ってるので、今日逆にこれも新しい発見なんだと思うんですよね、はい、小野福本ペアは私たちは攻めるんだっていうところから、守りもこうできるんだよっていうところが分かれば、これからやっぱりディフェンスゲームでも試合を進めることができるので、はい、そういったところではこう新しい発見ですよね、小野自身も、まあ、実は小宮山コーチにそういった話をアドバイスしてもらって、昨日ちょっと意識が変わったみたいなことも言ってまして、やはり、まあ、一緒に練習してて、はい、やっぱり日本のバドミントンなんで、全体が強くなればいいなと思って、まあ、本当最初からのコーチ陣の皆さんも、まあ、アクトの選手にしっかりアドバイスもくれるし、はい、やっぱり小野選手にとっても
僕も昔から知ってるので、頑張ってほしい選手なので、はい、まあ、こういったところをもっと直せたらもっと変わるよとか、まあ、そういった話をちょっとしたんですけど、はい、まあ、小野自身も去年は志田、松山に頼ってばかりだと、あとは山口、そういったところに負担をかけてしまった、そんな話もしています。今年こそは小野、福本でもいけるんだということを思ってもらえるように、今日は絶対に勝ちたいと、そんな思いも話していました。去年は全日本実業団チームは優勝したんですが、準決勝決勝とこの小野、福本は自分たちでポイントを取ることができませんでした。5年目キャプテンの小野と2年目20歳の福本、さあイレブンオール並んできた悪と最強ペア。福本のレシーブ、ここもクロスへ、ドロップショット、20歳のこの2人の打ち合い、いや何か意地のようなものを感じるんですけれども。そうですね、福本選手が斉藤選手 の後ろから後ろで嫌がってるのを分かってるので。あ、そうなんですか。どん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 左右で、はい、振りに来てますよね。福本は154センチと小柄な選手ですが、ただ池田監督は試合の中で相手に向かっていく気持ち、それから最後まで食らいついていくその根性を非常に評価していました。小野のサーブがネットにかかります。12対12、どちらがこの中盤抜け出すのか。ドライブの展開から、さあ小野がバックに下がります。いい形を作った小野、福本、今度は福本のスマッシュ、飛びついてドロップショット、小野の前衛、後ろに振って、斉藤夏の後衛です。飛びついてクロス捕まえた、よく拾った、最終間の2人が丁寧なレシーブ、スマッシュを打たせます。止めた。さあこの長いラリー制すれば流れが来ます。斉藤夏の後衛、ここは打たせる最終間、我慢が必要な斉藤夏。福本仕掛けた、クロス、ドロップショット、さあどちらがどのようにしてスピードを上げてくるのか。福本が下がります、ちょっと甘くなった、小野が詰めていきました。斉藤夏のクリアが甘くなったところ、逃さなかった最終間。流れとしてはどうでしょうか。そうですね、展開的には最終間3ペアの方がしっかりと型作ってますよね、無理しないで自分たちの体のバランスは崩さないようにという形でディフェンスができているので、やっぱり川島斉藤ペアは打って打ってって言って、まあ、打たされてって言った方が正しいのか、打たされている分ディフェンス場面になった時に今いっぱいいっぱいなんですよね、はい、これを逆に自分たちはそれをできるかというところですよね、川島斉藤ペアは、点差は1点ですが、何かそれ以上に最終間ペアに勢いを感じます。さあ川島の後衛、自分たちの形を作ったアクト最強、連続で攻めていけるか。さあ福本が前に来る、レシーブで相手を崩して自分たちのトップ&バックを作る最終間です。今度は福本、ドロップショット、緩急を使ってきます、甘くなった、クロスへ沈めていった、連続ポイント最終間。昨日は黒星、今日連敗を喫するわけにはいかないという小野、福本、団体戦で勝っていくためには小野、福本のレベルアップが必要だと話していた池田監督、当然その期待に応えなければならないキャプテン小野、2年目の福本。
飛びついた斉藤夏、今度はストレート、ここはコースを変えてきました。短いラリーですとあえて、まあ、畳み込めるということになりますかね。そうですね、あの、まあ、今みたいに攻めるんだったら攻め切るぐらいでやらないと、今小野福本ペアがしっかりディフェンスで回しているので、はい、決めきれないんですよね。斉藤夏の前衛、川島、さあ一気火星に行きたいところですが、逆に先にミスをしてしまいました。さあ勢いづく最瞬間ベンチ、新型コロナウイルス対策、ベンチ席の選手たちも声を出すことはできません。拍手ではなくスティックバルーンを使っての応援。15対13、さあこの第2ゲーム、ここから最瞬間ペアが一気に走ってファイナルゲームへと持ち越すのか。小野のドライブ、飛びついた斉藤夏、ポイントにしていきます。回されながらもアクト最強ペアがしっかりこのラリーは持ちこたえました。これからサービスを打つ川島が斉藤夏の先輩にも当たります。埼玉県のジュニア、それから埼玉栄中栄高校と一緒にプレーをしてきたこの2人。さあこの斉藤夏の後衛、福本がこらえる、2人の間、ラケットが重なりながらもレシーブをしています。そして小野のスマッシュ、よく上げた、川島ドロップショット、強弱をつけてきます。そして強打、小野、しかしここはアクト最強のレシーブが上回りました。さあ同点に追いついたアクト最強です。どうですか、ラリーの中でアクト最強ペアに変化はありますか。そうですね、あの斉藤がうまくちょっとスピードを上げるところを上げてきましたよね、サイドボールの速さ、あのタッチの速さもそうですし、はい、ネット前もちゃんとしっかりスペース見て打つようになっているので、ここをそろそろ自分たちでスイッチ入れないとやばいって思ってると思うんですよね、その中では今斉藤がしっかりできているかなと思いますね、斉藤は自粛期間中トップ選手の試合を多く映像で見てきたそうです。まあ、自分たちの攻撃が極端すぎて回されたりタイミングを外されたりしたときに取りに行けなかったことが多かったというふうに斉藤は話していました。そのラリーの中でのギアチェンジ、それから組み立てというのがこれからトップレベルを目指す上で川島、斉藤には必要になってきます。15対15、さあ同点で第2ゲーム終盤戦です。小野、福本、フォアハンド、フォアハンドを生かす左と右のペア、ドロップショット、さあアクト最強は自分たちの形を作っています。川島へのスマッシュ、小野が叩き込んでいきました。先ほど奮起が必要だと話してくれたこの小野と川島のマッチアップでしたね。そうですね、まあ、でも小野選手練習通りのプレーですね今は。あ、そうですか。今日も朝橋本コーチとしっかりハーフのフォアサイドの飛びつきの練習してたんですけど、まあ、そういったところが今も生きてますよね。やはり左利き、ああいった球は確実に逃さないでほしいというねコーチの思いもあったでしょうしね。そうですね、やはりフォア側からあのところから右の人があの強打来ないんですよね、はい、だからイメージとして慣れてないから、あ、そういった小野の強烈なショットというのが最終間に流れを呼び込んだでしょうか。連続ポイント17対15。まあ、小野自身は肩の怪我もあってこのプレマッチにはギリギリで間に合ったと
というふうに話していました。昨日は少しその判断の部分で迷いがあって決めきれていなかったと話した池田監督、今日こそは勝つ姿を見せてほしいと話していたこの小野福本、小野のその前衛ですが、本当にこういうところなんですよね、今は本当にシャトルが自分から体が遠い部分だったので、はい、ここで上からフローは難しいんですよね、今は本当にシンプルに落とすだけ でそこからもう一回立て直してという形が取れればいいんですけど、まあ、そういったやっぱ判断ですよね。さあ1点差、このゲームでアクト最強ペアが決めるのか。さあ甘くなった、斉藤夏が突っ込んでくる、よく上げた福本、あ、小野が前に行った、あ、飛び込んでいきましたがポイントはアクト最強です。さあ追いつきました、17対17、セブンティーンオール。第1ゲームはアクト最強ペア、あと4ポイントでこの第2ダブルス、そして2日目の団体戦の勝利が実を結びます。逆転は許したくない最終間ペア。さあ斉藤夏の強打、ストレート、2人の間を狙ってくる斉藤夏、クロスへ、ネット際、制した福本。かつて世界ジュニアで一緒にペアも組んだという福本と斉藤夏の前衛での駆け引きでした。しっかり見てましたね、あの斉藤がこう下からネットに入ろうとしたところを見逃さず上から入ってるんで、これはあの福本選手がやっぱ成長してますよね。あ、そうですか。何かその福本の負けず嫌いな一面が今はしっかり出ていたような印象があります。ネットを制して逆転は許さなかった小野福本、18対17、最終間ペアはこのゲームを取り返してファイナルへと持ち込めるか。福本、さあ勇気を持って前に来た、あ、しかしここはよく返しました。今どうですか、2人お見合いしましたか。そうですね、あの福本選手のいい球だったんですけども、はい、その後のフォローがなかったですね。あ、そうですか。もう福本も一気加勢に前へと突っ込んでいきました。さあまた同点、ストレート、斉藤夏のスマッシュ、ストレート決まりました。本来の形ではなく、ただここは際どいコースを狙って逆転に成功。これを継続しなきゃダメですよね。今球を散らして、あのカットカットになると相手に振り回されて、最終間ペアの攻撃になってしまうので、必ず継続して攻撃をあのアクトペアしないとなかなか点数入ってこないので、攻めるなら攻める、そうですね、そういった決断、勇気が必要な場面です。川島、さあどこで仕掛けるか。これ来た、強打、2本目、3本目、前後入れ替わって今度は斉藤夏、こらえなければならない最終間、福本、さあカット、一旦クリア、小野、福本、捕まえました。長いラリーを制した最終間、決して楽なラリーではありませんでしたが、辛抱しきった小野福本、連敗するわけにはいかない、そんな自分たちの思いが出ているこの第2ゲームです。さあどちらが次の1点を取るか。アクト最強がマッチポイントを灯すのか、それとも最終間がゲームポイントか。サインが決まりました、ロングサービス、斉藤夏、もう一本、ジャッジ仕掛けてカット、クロス、こらえていた小野、
さあどこで福本が前に出るか。追い込まれた小野、斉藤ナイスドロップショット入っています。レシーブで揺さぶる最終間、福本が仕掛けた、ネット際どうか。小野が前へ作って福本のスマッシュ、ちょっと甘くなって斉藤夏捕まえた。川島前に来た福本、最後は福本がよくこらえました。いや今のラリーいかがですか。そうですね、攻守交代を、この福本ペアだったら攻めたら攻め続けるんですけど、川島斉藤ペアは攻めてても途中嫌になって後ろを使い出すじゃないですか、そうするとやはり小野福本ペアのラリーになってしまうので、はい、やっぱりもう本当に沈めて沈めてって形を継続しないと川島斉藤ペア苦しいですよね、はい、そういったラリーの中での2人の覚悟が必要になってくる場面ですかね。そうですね、やっぱりお互いに、こう守りきれない状態でこういる場合はやっぱりどうしても攻めるしかないので、はい、攻めることを継続することですよね、大事なのは攻めて、無理に打つってわけではないんですけど、はい、攻めを継続することなんですけど、攻めて上げてバランス崩れてディフェンス場面っていうのが一番もったいないので。さあゲームポイントを最瞬間制約所のペアが灯しました。一本で決めるのか。ロングサービス斉藤、ここは攻め切りました。ガッツポーズを作ります。これですよね、こうやって点数を取る覚悟を持たないと、はい、今川島斉藤プレーは点数取れてないのに、中途半端にこうカットとか混ぜながら、こうカットクリア混ぜながら攻めてるので、そういったところを自分たちが気づかないといけないですよね。さあ追いつきました、アクト最強ペア。クロス、川島の強打、ここで出ました、ガッツポーズを作った川島。今日はミスも目立ったという小宮山さんの話もありましたけれども、この大事な場面で川島の強打が光りました。さあ逆転でマッチポイントを取っています。昨日は最瞬間が勝利。この一歩で決めるか、あっとネットにかかりました。いやもう紙一重のところだと思いますけれども。そうですね、出してはいけないところに出してるんですけど、やっぱりプレッシャーもありますよね。また同点です。2点差がつくまで勝敗は決しません。ちょっと甘くなったか、よくこらえた福本のフォロー、これがポイントになりました。迷いが生じた川島、気持ちで押し切った福本です。これは本当にもし嫌がってなかったら、打つことを嫌がってなかったら今は打ってるんですよね、やはりちょっとこう攻撃もやっぱ苦しくなってきてるので、フィジカル面と、はい、そうするとやっぱりあえてジャッジしてしまうんですよね。それまでの最瞬間ペアの試合展開というのが生きた一本といったのになりますかね。またゲームポイントを灯しました。22対21、ファイナルへ持ち込むのか。このサービスがアウトです。思わず天を見上げた小野、ここは切り替えなければなりません。また同点。ただここは1本取り返しました。ミスをした小野キャプテンがすぐにサービスリターンで1本取り返しました。今度は福本のサーブに変わります。ロングサーブですかね。この終盤大事なところは多用してきたロング。
お、ショートサービス形を作って、小野2本目、3本目、気持ちを込めて打ちました。キャプテン小野が打ち切って24点目を取りました。大接戦の第2ゲーム、小野福本が取り返しています。うん、最後は見応えのある試合展開でしたけれども、小宮山さん、最後はどのようにご覧になりました？そうですね、本当に、ラリーで体力を川島斉藤に消耗させて、はい、自分たちが欲しいところで小野福本ペアが急にスピードを上げて攻撃して取り切るって形で、はい、やはりラリー全体を頑張るのも大事なんですけど、ここで欲しいっていう時に最後まで頑張りきれるかどうかっていうところが重要なので、ずっと頑張るんではなくて少しプレーに抑揚をつけながら、はい、ここだっていう時からスピードを上げて捉え切るっていうところ大事なんですよね、それがやっぱ小野福本ペアの方ができてたかなと思いますね、やはりその試合の展開の中での、試合感というんですかね、この勝負のポイントをやっぱりどこかでこう分かって仕掛けていくことも、これから上に行くためには求められてくるということになりますかね。そうですね、特に本当に小野福本ペアが、はい、昨日とは、打って変わってディフェンスゲームを少しやってるところがあるので、これって本当にこれから成長する上で絶対的に大事なことなので、はい、やっぱりこう昨日までは今まで通りの打つ小野福本ペアから、時には守んなきゃいけないんだよっていう、それが分かっただけでもこう今日レベルが全然違いますよね。ああ、そうですか。この右左のペアは当然トップアンドバックではフォアとフォアが生きるシーンというのは出てくると思うんですけれども、はい、守りの部分での右と左っていうのはどういった特徴があるんですか？そうですね、内側センターにスマッシュ入れられた時に、フォア側でカウンターを打てるっていうところだったり、はい、普段だったらバック側にいるときは、このぐらいの球しか返ってこないだろうっていう、こう無意識のうちに苦しい時にそこに入れてしまう時があるんですけど、はい、そういう時にカウンターが来てしまうので、左右っていうのは本当にある程度相手は把握しながらプレーしないとこういけないペアなので、攻撃のどこに入れるかっていうのがすごい難しいんですよね。そういったところでは左右っていうところは有利ですよね。そのレシーブのリターンの中でも意図して打ち込まなかったところにフォアが待っていたということになる、ね、ということですね。特にフォア側でディフェンスするとクロスに運びやすいので、はい、そうすると相手を走らせることができるんですよね。さあ、そういった守備が生きた最終間、第2ゲームを接戦で取り返して、泣いても笑っても勝敗の行方はこのファイナルゲーム、インというジャッジです。いや、今はちょっと際どいところではありましたが、サービスエースというような形で小野福本が最初のポイントを取っています。小野、そして福本が前衛、ここは攻撃の形、ドロップショットを交えてきますが、ポイントは秋と最強ペアです。ここなんですよね、さっき終盤だったらあれは打ってたんですよね、はい、やはりこうゲームの序盤になると内訳をしてしまうので、やっぱりスタートを攻めるなら攻め切って点数を稼げるだけお互い稼いだ方がいいところなんですけどね、はい、第1ダブルスは最終間の志田山口が制しました。シングルスは悪と最強の斉藤しおりがキャプテンとしてしっかりいい働きをして迎えたこの第2ダブルス。第1ゲームは画面手前、悪と最強の川島斉藤、第2ゲームはデュースの中で最終間の小野福本が取り返して迎えたこのファイナルゲームです。川島のスマッシュ、こういった細かいところ、まだゲームの立ち上がり、これからエンジンをかけていこうという両ペアでしょうか。ショートサービス、この川島の強打がアウトになりました。3対3の同点です。
ロングサービス。斉藤夏の後衛、2人の間に打つスマッシュ。しっかりレシーブしている最終間ペアです。フェイントをかけてコースを変えてきました。これがアウトになります。どうでしょう、ああいったミスというのは最終間ペアは気にする必要はないんですか。いや、これを、もしもし本当に斉藤がこう誘ってるんだったら、気にした方がいいのかなと思いますね。やっぱり攻撃を継続しないと点数につながってないので、はい、今みたいに少しハーフでスマッシュ抜いてるんですよね。あ、全力ではないと。そうなんですよね。それで相手にミスを誘ってる可能性もあるので、はい、まあ、そういうことを考えると、まあ、賢いプレーだったかなと思います、ね。やはり同じスマッシュといえども全力で打つ場面、それから力を抜いて打つ場面というのを使い分けることも大事になってくるんですね。そうですね、やはりタイミングがちょっとずれるだけでシャトルが飛んだり、はい、飛ばなかったりするので、そうすると飛ばなければ前衛が捕まえるチャンスが来るし、飛べばアウトを誘うチャンス、アウトで1点がもらえるチャンスも来るしというので、やっぱり本当にプレースマッシュにしてもドロップドロップってなってオフェンスディフェンスがチェンジするっていうのはもったいないんですけど、はい、スマッシュの継続でチェンジされる分には、まあ、しょうがないんですけど、はい、まあ、そうやってこう継続してスマッシュを打つこと大事ですよね。はい、まあ、ファイナルゲーム両ペアともに大量の汗をかいています。コートを一度拭いて、さあ試合が再開されました。クロスへ福本が食らいついていきます。そして強打、今のも少し変化をつけてきたような攻撃だったでしょうか。前衛で斉藤夏が最後捕まえました。ああいったラリーと本当に攻め切るラリーとのミックスですよね、はい、これは大事ですよね。斉藤夏の後衛です。ここはフルスマッシュ、そしてジャッジしてアウトです。あ、何かいい形で攻撃の中での緩急を使い始めたか、アクト最強ペア。11対4、7ポイントリードしてエンドが変わります。国内大会はもちろん、まあ、SJ リーグ、それから国際大会も多く新型コロナウイルスの影響で中止が発表されました。まだ先が見えないというバドミントン界の中で、実戦により近い形で今日のプレマッチというのが実現しています。昨日初日は最終間戦役所が2対1でアクト最強を下して初戦の勝利を収めました。2日目を迎えた今日は第1ダブルス志田山口がアクト最強の茂田スイズに勝って、その後アクト最強の斉藤しおりがシングルスで中井幸乃を下して1対1で迎えたこの第2ダブルス。この第2ダブルスも接戦を迎えて、勝敗の行方はファイナルゲームへと入っています。第3ゲームは11対4、エンド変わって画面奥、黒のユニフォームアクト最強の川島斉藤ペアリードで、さあ試合が再開されます。ここをプッシュで押し込んでいきました。いや、何かこの川島斉藤が攻めあぐねていた第2ゲームですけれども、今は気持ちよくプレーしているような印象がありますね。そうですね、まあ、本当に第3ゲームに入って、ファイナルゲームに入って、ちょっと途中でゆったりとしたラリーしましたよね、はい、そこからディフェンスがしっかりできたので、そうなった時にこう逆に使いたい時に、体力使いたい時に上げれるんですよね、まあ、そういった中で点数がうまくリードしていったので、まあ、本当にこのプレーに抑揚をつけて、はい、まあ、攻めるは攻めるしかないんですけど、今のようなシーンで畳み込めることもできるということになってますかね。さあ対して小野福本ですけれども、ポイントとして大きなラリーをしたいという、高さも使っていきたいということでしたけれども、そういったアクト最強ペアが
対応し始めていますか。そうですね、まあ、ただ今前衛にこうオノフモトペアが合わせちゃってるところがあるので、はい、そこを合わせないようにしないとやっぱり川島斎藤ペアも力あるので、まあ、畳みかけられてしまうので、まあ、第2ゲーム少し川島斎藤がやっぱ嫌になったってことが敗因ですよね、攻めることを。その小野福本が前衛に合わせているというのはコースを読まれているということですか。コースを読まれているというか自分たちでこの今ロングラリーしてこの点差は埋まらないんで、はい、こうなんとか仕掛けたい気持ちは多少持っているんですよね、気持ちの面で、まあ、余裕を持ってもう少しラリーをしていくことが、ね、ここからの巻き返しへの糸口へとつながっていくということになります、はい、さあ9点差がつきました。最終間には連続ポイントが必要です。ドライブの応酬から福本苦しい体勢からでも打っていきます。強打、逆にレシーブで揺さぶって崩しているアクト最強斉藤夏、コースを変えてきた。よく対応した小野、揺さぶってどうか、わずかにアウトです。んただアウトにはなりましたが、逆にアクト最強ペアが最終間ペアを振っているような印象もありますね。そうですね、今ディフェンス場面がやはりこうオフェンス最初の攻めがゆったりとしている分、ディフェンスがしっかりしてるんですよね、はい、だからその辺でやっぱりディフェンスが第2ゲームできなかったところが今できるようになっているので、まあ、今、アウトになりましたけどいいディフェンスでしたよね。アクト最強期待の若手ペア、去年は結成1年目で結果を残した川島斉藤夏、チームの目標の一つでもあるオリンピック選手を輩出する、そのオリンピックにアクト最強の中で、まあ、一番近い存在でもあります。対して小野福本、第2ゲームは逆転で制しました。14対7、決して楽な点差ではありませんが、一つ一つ積み重ねていけるか。さあ守備の形を作りました小野福本、しっかりとしのいでいます。少し甘くなったところを逃しませんでした。15対7、さあ勝利まであと6ポイントに迫ったアクト最強、斉藤夏が今大きく声を出しました。福本、小野、川島がジャッジ仕掛けて一旦クリアします。際どいコースはどうか、わずかにアウト。微妙なところですね、この、まあ、第3ゲーム、ね、終盤に入って際どいところ際どいところを両ペアともに狙ってきています。2年目、20歳、斉藤のサービス。さあ川島が前に出た、随所にこのように川島が前に来て仕掛けるシーンというのは今日多く見られています。ただこのままでいきますとアクト最強ペアが第2ダブルスを制することになります。連続ポイントが欲しい最終間、あここはラッキーな形ポイントにしていきます。さあ今最終間としてはもう一気に行きたいですね。そうですね、本当点差を縮めて、はい、もう一回ワンチャンス来るまで持っていきたいんですけどね、まあ、ただ今みたいな、まあ、斉藤選手の、まあ、チャンスボールのミスとかっていうのからつけ込まれるもあるので、まあ、そういったとこをもう一回引き締めてほしいですよね。福本、斉藤スマッシュ、川島が前衛で作ります。2人の間を狙う、そしてサイドライン際にスマッシュを散らしていきました。
まあ、左右の間を狙ってそしてサイドへと。そうですね、まあ、本当に第2ゲーム終盤は今福本選手のディフェンスも川島選手を超えてたと思うんですけど、今やっぱなかなか超えなくなってきてるので、ここも斉藤がうまく作ります。そしてストレート、後ろに斉藤、前に川島という本来の形ではありませんが、この形でポイントにしていきます。小宮山さんから話があった畳みかける攻撃、第2ゲームでは攻めきれませんでしたが、いい形を作って、さああと3ポイントまで来ました。粘りを見せたい最終間、ここはサービスリターン、うまく奥へと押し込んでいきます。キャプテン小野が2年目の福本を引っ張る最終間ペア。1対1で迎えた第2ダブルス、ファイナルゲームへともつれ込んでいます。ストレートスマッシュ、あっとアウトです。際どいところではありましたが、ポイントは最終間。ここあと2つほど取るとプレッシャーかかりますか。そうですね、本当に最後まで諦めないのが、あの小野福本ペアなので、はい、ちょっと怖いですよね。まだ今日の第2ゲーム、それから昨日の試合でも逆転で制するというシーンがありました小野福本。ここもこらえていきますが、川島待っていました。小野が仕掛けましたが、甘い球を逃さなかった川島のプッシュ。19対11。さあこの第2ダブルスの勝利、そしてチームの勝利が見えてきた悪と最強斉藤夏。川島の強打、ああもうここはペースアップ。3本目どんどん仕掛けていきます。そして超クロスはアウトです。いや今主審がオーバーコールでいいというジャッジを示していますが、いやただここは川島ももうここだというふうな勝負に行きましたかね。そうですね、はい、あのもう 1,2 回ストレートに打って返されたらやっぱ苦しいので、やっぱりもう一か八かのところありますよね。あここは主審のジャッジが反映されて、さあマッチポイントを取りました。昨日は敗れた悪と最強、実績十分の最終間に対してマッチポイント、チームとしてのウイニングポイントもかかっています。斉藤夏ドロップショット、どこで仕掛けるか。ストレートスマッシュ、緩急をつけて今度はストレート、捕まえた川島、2人の間、福本が前に行く。強打、前で捕まえた小野、さあチャンスになる。後ろに川島、突っ込んできました。最後は大きく跳ね上がって喜びを表現した悪と最強。楽しみな川島斉藤夏ペアが小野福本をファイナルで下して、ゲームカウント2対1で第2ダブルスを取りました。そして悪と最強もこの2日目最終間相手に逆転で制しています。小宮山さん、まずこの第2ダブルスですけれども、最後は悪と最強の川島斉藤が取りました。そうですね、川島斉藤に関しても途中でこう第2ゲーム最後うまく機能しなかった中で、はい、第3ゲーム少しペースを落として攻撃をして、そこからディフェンスは自分たちしっかりできるんだっていう形、また新しい形見つけれたので、はい、よかったのかなと思いますね、本当小野福本ペアに関してもディフェンスゲームでもやっていけるだけの形を第2ゲームで見せてくれたので、はい、まあ、お互いに本当に収穫のある試合になったのかなと思います、
SJ リーグ2020プレマッチ in 熊本、2日目はアクト最強が逆転で最終間制約書を下しています。ここまで解説は小宮山コーチでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。イエーイ。だいぶ低いよろしくお願いします。